はい、どうも皆さんこんにちは。これから不動産鑑定士試験2021年合格基礎講座会計学の第1回目講義を行っていきたいと思います。担当はレクセニー講師の高坂です。はい、ではですね、今日から、会計学の方ですね、ひょっとするともう皆さんこれに先駆けて、経済学とか民法とか、他の科目の方を先にも受けられている方もいらっしゃるかもしれませんが、初めての方もいらっしゃると思います。で、会計学についてこれからですね、全16回ということで、お話をしていきます。で、全16回ということで、長いといえば長いし、短いといえば短いような感じもするんですけどね、他の科目と比べると若干短いのかもしれませんけれどもね、全16回で、お話をしていきます。で、ただ、16回ということで、実は他の科目と比べると少しボリュームが少ないもんで、テキストの内容ですね、一応基本的には全部触れていく予定ではいるんですが、ちょっと細かい内容ですね、細かい内容について、触れることができないというところが、部分的に、ある場合には、これはちょっとこの後の講座になってしまうんですが、この必修論点総ざらい講座という講座が、この後また、これが終わった後ですね、この合格、基礎講座、合格基礎講座が終わった後に、今度は、ちょっと間は空きますけどね、必修論点総ざらい講座という講座がありますので、今回この合格基礎講座の中で扱うことができなかったテーマについては、なるべくそっちの方で、その必修論点総ざらい講座の方で扱っていきたい。ですから皆さん、これから勉強ですね、特に会計学これからスタートするわけですけれども、他の科目はまたそれぞれ事情があるか、と思うんですけどね、会計学に関して言うと、この合格基礎講座の内容、全16回ですね。で、これと、この後に続く必修論点総ざらい講座で、この辺を、ちょっと全体でこう考えてもらいたいですね、パッケージにして。で、一応それで大体一通り、終わるかなという感じですね。で、合間合間に答案練習があります。トレンですね、いわゆる答練、答練というのが合間合間にありますんでね、そこも必ず受けていただきたいと。で、今回1回目ということで、こちらの合格基礎講座の中で使う教材は2つですね。1つが、2021年の合格基礎テキストというテキストですね。で、この合格基礎テキストが1冊と、それからもう1つが、いわゆる効果系会計学ということで、これがまた別冊になりますが、効果系会計学になります。で、この2つ2冊を、一応使うという予定なんあの話なんですけども、ただ実際この講義の中では、この合格基礎テキストですね、こちらだけしか使いません。ですから、合格基礎テキストから効果系会計学、この2つなんですが、効果系会計学というのは、これは、ご自身で、復習用教材のような形になります。ですから、こちらの講座の中で使う、実際にこの講座の中で、使っていくのは、この合格基礎テキストというテキストになってきますね。これを使っていきます。で、これを、なるべくですね、この16回の中で、一通り終わりにしたいというふうに考えています。で、ただ、ちょっと部分的に抜け落ちている部分があれば、またそれは必修論点総ざらい講座の方でお話をしていきたいと思ってるんですけどね。で、ちょっと今日から1回目ということで、まずは最初は、教材ですね、教材の確認なんですが、合格基礎テキストと、それから効果系会計学、この2つですね、これが教材になります。ただ実際講義の中で使うのは合格基礎テキストだけになりますのでね。で、これ16回でやっていくと。で、そういう形で進めていくわけなんですが、で、あとは適宜赤ペンだとかマーカーだとか、どうしてもレックの教科書ですね、レックのテキストはカラー印刷になってませんのでね。ですから、適宜マーカーつけたり赤ペンつけたりして、少しこう色をつけといた方が、見やすくなるかなと、いろいろ印象付けられるかなと思いますんでね。マーカーだとか赤ペンだとか、適宜用意していただいて、その辺でちょっと工夫していただくと、少しこうカラフルになりますんでね そっちの方がいいのかなとは思います。で、少し内容の方に移っていきたいんですが、今日からスタートします。で、基本的に各回毎回 2.5 時間、間10分休憩取りますんでね、正味はもう少し短くなりますが、各回が 2.5 時間、2時間半ですね。
で、前後半に分けて、でそれぞれをまたさらに2つに分けるということで、講義の方をスタート進めていきたいと思います。で、まあ、講義の流れとしてはそういう流れになるんですね。で、まあ、中身の話はですね、この次のユニットのところでお話をしていきたいんですが、まず今日は1回目ということで、まあ、一番最初ですね、まあ、ユニット1というふうに、まあ、言わせていただきますが、この最初のユニットのところでちょっと皆さんにこれからの、まあ、会計学ですね、会計学の学習指針といったようなものを少しお話をさせていただきたいと思うんですね。で、ですからこのユニット1ですね、まあ、大体30分前後かなと予定しているんですが、このユニット1に関して言うと中身は触れませんのでね、詳しい内容については触れません。これからの学習指針というようなものをちょっとお話をしていくということになります。で、私自身ですね、私自身は、まあ、実はその鑑定士でもありませんし、鑑定士の受験経験ないんですね。で、私自身の話をすると、もうだいぶ昔、20年も以上ですかね、20年以上前に税理士試験には合格してます。で、症状みたいなものですかね、なんか送られてきたのは記憶にあるんですが、まあ、どっか行っちゃったような気がするんですが、まあ多分探せば見つかります。で、もうだいぶ昔ですね、もう私今年という言い方しますが、今実は収録してるのは2020年なんですけどね、あまり考えたくないですけど、53歳になりますかね、50もうですから、大学院、まあ、大学院も卒業してるんですが、大学と大学院ですね、を出てもう20何年ですかね、経ちます。で、税理士試験受かっていた、まあ、受かっていたというか、まあ、過去に、合格した経験があるんですけども、ただその時の話と今の会計学はだいぶ内容が違ってるんですね。で、私はその会計の、税理士という、会計に関する、試験ですね、受けてたんですね。で、不動産鑑定士は受けてないんですね。で、私この不動産鑑定士という試験の受験指導に携わって、もう本当に、ちょっと何十年は大げさかもしれませんが、昔の二次試験の時代から、二次試験三次試験と昔はそういう試験だったんですが、その頃からずっと一貫して指導に携わってきているんですが、もう昔から考えているのはこの不動産鑑定士、不動産系最高峰の資格だって言われてます。確かにそれは全くその通りだと思うんですが、何が難しいのかと、この鑑定士の試験ですね、これ客観的に見た時に、その私が受けていたその税理士試験なんかと比べて何が難しいのかなと。で、これ客観的に見た時にですね、私が受けていたその税理士試験というのは、会計だとか 税法ですね、いろいろやるんですが、基本的には会計という枠の中の話なんですよ。要するに会計だけやってるような内容です。ところが皆さんは違いますよね。皆さんは特に論文試験なんですが、論文式の試験の場合には、この会計学をやり、民法をやり、経済学をやり、鑑定評価理論をやる、この4科目って全くつながりがないんですよね。要するに何の関係もない4科目を同時に勉強しなきゃいけないというのが、これは多分客観的に見た時に相当負荷かかってんだろうなと思います。で、4科目を同時に勉強するってことは、例えて言えば4カ国語を同時に学習するような内容なんですね、おそらく。だから中国語、フランス語、英語、ドイツ語みたいな4カ国語を同時に勉強する。だから言葉の使い方に慣れるまでに相当時間かかるはずなんですよ。だ、皆さんは会計学をやり、経済学をやり、民法をやり、鑑定評価理論をやりと、全く言葉の使い方がバラバラで、で独特の癖があるんですよ。会計学は独特の表現の仕方あります。経済学もそうでしょう。で、民法、ちょっと法律のこと詳しく分かりませんが、法律も多分そうなんでしょう。鑑定評価理論もそうなんでしょう。そう、全くその何のつながりもない、何の関係もない4科目を同時に勉強しなきゃいけないので、相当皆さんにとっては負担がある。しかも皆さんほとんどが働いている人なんでしょうから、そうすると時間がないと。時間がない中で全く関連性がない4科目を同時に勉強しなきゃいけないので、その点でいうとやっぱりこれは確かにすごく負荷かかってるんだろうなって感じがします、客観的に見て。で、この4科目なんですが、これは私の長年の指導経験に基づいてというお話になりますが、4科目については多分、内容はもう全く違いますけどね、22に分かれるんだろうなと思ってるんですよ。これは私の勝手な感想というか意見なんですけどね。この4科目
22に分かれて、私が担当する会計学と鑑定評価理論ですね、これはどっちかっていうと暗記が8、理解が2ぐらいです、おそらく。で、民法と経済は逆で、理解の方が8、暗記の方が2ぐらいの、まあ、ちょっとそれが正しいかどうか分かりませんが、少なくとも私が言いたいのは、私の友人ですね、大学院の時の友人が鑑定士受かったんですよね。当時は私あんまり興味なかったんであれだったんですが、まあ受かったよなんていう女の子だったんですけどね、まあ、今なんか、大きな会社の結構上まで行ってるんで、あんまりちょっと名前は出せないですけども、でもその女の子が、まあ、昔二次試験って言ってたんですが、二次試験に受かった受かったという、まあ、本人喜んでたんですけどね、その時に言ってたのは、鑑定評価理論なんて呪文っていうかお経かな、なんかお経とかなんかよく分かんないこと言ってたんですよね。何言ってたのかなと。要するに鑑定評価理論なんて中身分かるわけがないと、二次試験の段階で、昔のですね、まあ、学生が受けるわけですが、当時学生だったんですね彼女は。わかんないけど、とにかくリズムで覚えればいいんだっていう話をしてたんで、三次試験が昔はあったんで、まあ、そこで少し多少こう実務のことをやるみたいな。で、実は会計学も同じなんですよね。とにかく会計学は暗記が8、理解が2なんですよ。で、これを逆にすると長くかかります、時間が。で、今日最初のまあガイダンスという、まあ、最初まあ30分ぐらいのガイダンスなんですが、これから皆さんが会計学を勉強するときに、これ逆にする社会人が多いんですね。だからまあ冒頭で少し皆さんにまあ釘を刺しているんですが、あの皆さんは時間がない時間がないということを理由にですね、理解しようとするんですよ。でいいですか、会計学、経済学、民法全部専門的です。こんなものがたかだか16回の内容で理解できるわけないです。そこは押さえてください。ですか、経済学も多分そうだと思うんですが、私も経済学の大学院に通ってたんですが、大学院、まあ、修士課程2年間ですね、まあ、大学時代も含めてずっと経済をもうまあ勉強してきたんですが、このものが十数回の回数で理解できるわけがないんですよ。ですから会計学もそうです。会計学は理解できません、皆さんに。で、理解は求めてません。なぜかというと、会計学は他に専門家がいるから、皆さん口挟んじゃダメなんですよ。会計学は会計士とか税理士っていう他にプロフェッショナルがいますので、皆さんが口挟む領域じゃないんです。ですから会計学っていうのは、じゃあなんで試験科目であるのかということなんですが、確かに皆さんはあの口を挟む領域ではないんだけれども、公認会計士の先生と一緒になってこう仕事をする機会もまあ中にはあるんでしょう。その時に全く会計学をやってないと、さすがにちょっと会話自体がもうゼロからなっちゃうんで通じなくなっちゃうからやっているというだけで、皆さんはまあ多少ですね、本当に部分的にはまあ使わないわけではないんですが、会計学の知識が必要になるような場面なんてほとんどないです。まあ、これから勉強する減損会計とか、まあ、減価償却とか、まあ、その辺は多少関係があるのかもしれませんが、基本的に会計学は他にプロフェッショナルがいますので、その人たちに任せてください。で、皆さんは不動産の評価のプロですからね。そうすると会計学を勉強する時のスタンスなんですが、とにかく理解じゃなくて暗記なんですよ。とにかく言葉を覚えるということを最優先に考えないといけない。ただ言葉を覚えないといけないんだけれども、なるべく正確にですよ。会計学は基準っていうのがあるんですね。基準があるので、そのなるべく基準通りに覚えないとダメ。だから私はさっき22に分かれると言ったんですが、会計学とそれから鑑定評価理論ですね、この2つは基準があるんですよね。まあ、民法は法律があるんでしょうけど、その会計学と鑑定評価理論は基準があるので、その基準通りになるべく覚えないと得点伸びないんですよ。言い方変えれば、自己流表現はダメということです。皆さんが1ヶ月2ヶ月、まあ、連続して、まあ、授業を受けるのかちょっと分かりませんけどね、皆さんが十何回聞いたぐらいで理解できるわけないですから、ちょっとこの理解が不十分なままの自己流表現というのは、絶対専門家が見るとこの内容じゃダメですよって言われちゃうんですよ。丸つけるの大学の教授ですから、もうこれで飯食ってる人間たちなんで、そうするとその人たちが見るとすぐ分かっちゃいます。これあなたたち全然覚えてませんねと。要するに自己流表現書かれちゃうと、採点する側が本当に大変になっちゃうんですね。だから自己流表現はやめてください。自己流表現で得点にはならないです。あの、覚えないとダメなんです。だから暗記が8なんです。暗記が8で、もう本当は9ぐらいにしたいんですが、暗記が8とか9なんですけど、ただ人間というのは覚えたことって忘れるんですよ。だから忘れないために補助的に理解をしているというぐらいに抑えておいた方がいい。
です。理解をしようとするんじゃなくて、本当は覚えると暗記の方が大事なんですが、覚えたことは忘れますから、その忘れないようにするために理解というものがあると。で、私は大学院に行ってました。で、皆さんは大学院多分ほとんど行ってないと思います。皆さんは実務家ですから。実務家と研究者って全く違うんですね。本来大学院で研究者を目指すんですが、研究者を目指す人たちっていうのはなぜっていうことをいつもこだわります。ですから私も大学院に行ってた時はなぜなぜなぜもうこんなことばっかり。だから1ページ本読むのに、これ冗談じゃなくて1ページ本読むのに1週間かかったりするんですよ。調べたりしながら、どういう意味なんだろう。で、人に聞くことできないですから、大学院って自分で解決するしかないんで1週間かかるんですね。で、皆さんは違うんです。皆さんは研究者じゃなくて実務家なんで、皆さんになぜはいらないです。特に過去問を見ると分かるんですが、最近の鑑定士の試験問題はなぜこうなるのかなんていう深い話は皆さんに聞かないんですよ。ところがどうしても皆さんはなぜこうなるんですかとか、なぜこういうケースは、で、先生こういうケースだったこと、そういうこういうケースはどうなったんですか、こういうケースだったらどうなんですか、そんなこと考えてたらどん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 年数かかりますよ。それをそういうスタンスで臨むのは大学院に行く人たちです。大学院に行く人たちがこういうケースはどうなんだろう、こういうケースだったらどうなんだろう、それを勉強するのは大学院ですから。で、彼らたっぷり時間あるんで、まあ、それはそういう勉強でいいんでしょうけど、皆さんは全然方向が違うわけで、なぜこうなる、先生こういうケースだったらどういうふうになる、そんなこといらないんです皆さんに。いや、だって先生だって会計でさ、うちの会社の経理で、うちの会社経理があってさ、うちの会社の経理でこんな時はさ、もうこの会話自体が何の意味もないということに、もう一日でも早く気がついていただきたいんですよ。です。皆さんは鑑定士という資格を取って、まあ、たくさんお金を稼いで、まあ、ご家族がいるんであれば家族を支えてとか、まあ、いろいろ考えちゃったりするんですが、そんななぜとか考えてる余裕ないと思いますよ。特に家族なんかいれば女房に怒られたりします。あんた何ゆっくり勉強してんのよって、まあ、言われちゃって、まあ、うちもそうなんですけどね。やっぱり1年でも早く受からないといけない。1年でも早く受かるためにはいいんです。とにかく覚えればいいです。会計学ですよ。会計学はとにかく覚える、暗記です。ただ、さっきも言ったように暗記したことは忘れる、忘れないようにうっすらとした理解が必要です。そんな深い理解いらないんですよ。こういうケースだったらどうなんだろう、いやでもこういうケースだったらどうなんだろう、そういうのって大学でうっすら会計学なんか授業を聞いちゃった人は逆にそういうことに疑問感じちゃうんですよ。例えば理系の人だったら会計学多分やったことないんでしょうから、そういう人は逆に疑問感じないんでしょうけど、大学でちょっと会計学をかじったような人たちは感じちゃうんですよ。こういうケースだったらなんかどうなんだろうとか、そういうのいらないです、皆さんに。てか何の意味もないことをやってる。で、そんななぜこうなるんだろうと、先生これこういうケースだったらどうなる、そんなこと考えてる時間があるんだったら鑑定評価理論正確に覚えておいた方が合格に近づくはずですから、勉強の仕方間違えないでください。勉強の仕方はとにかく暗記が中心です。理解はその助けです。そして理解をするときは、皆さんに実務家として会計学の理解なんか求めませんので大丈夫ですよ、心配しなくても。実務家としてですよ、皆さんが将来鑑定士として立派に仕事をしていく上で会計学の理解なんて皆さんに求めないですから。で、それは別にプロフェッショナルがいますので、だ皆さんはぼんやり分かった感じで十分なんですよ。だから受験勉強するときも会計学に関して言うとうっすらでいいです。真剣にやる必要ないですから。ですからうっすらと分かった気分にさせるということも大事です。ですか、特に社会人の方が多いと思うんですが、学生だったら結構暗示にかけやすいんですが、社会人ってなかなか暗示にかかってくれないので、分かった気持ちにさせるってこと大事なんですよ、受験勉強で。学生って社会に出てないですけどね、まあ、素直なんで大体こっちが言ったことに対して、ああなるほどなという、まあ、結構簡単に暗示にかかってくれて、そのまま素直に覚えてくれたりするんですけど、社会人になると、先生でもさ、もうでもとか言い始めて、でもさ先生だってさ、これがこうなったら、もうこのやり取りがもう無駄なやり取りをしてるんですよね。で、その割に時間がないとか言い始めるんですよ。だから時間がないんだったら、そのやり取りもっと時間を、短縮しないと、その部分のやり取りを削らなきゃダメですね。私この試験見てて感じるのは、合格に近道はないけれども王道はあるなと思ってるんですよ。要するにこのやり方をやれば受かるだろうなと。
近道はないですよ、近道はないけれども王道ってのはあるんですよ。でその王道から外れちゃってる受験生が多いので、勝手に一人で迷子になっちゃうんですね。王道を歩む、要するにそれは会計学で、これからテキストの方を触れていきますが、会計学で重要なところを正確に覚えるということです。これが王道です。重要じゃないところはいいんですよ、オーナーやる必要ないですから。重要なところを正確に覚えるんです、正確に。だからどっちかって、この試験会計学ですよ、何度も言うように会計学は正確さを競い合ってるような試験です。より人よりも他の受験生よりも正確に覚えることが大事です。理解とかいらないから、理解はうっすらでいいです。なんとなくそんな感じだ、要するに自己暗示をかけるというレベルで、あこうなんだろうなと思い込ませちゃっていいですから。ですから思い込ませ、こんなもんなんだろうなと。であとはとにかく覚えるということ。そして最近の鑑定士はなぜこうなるんですかなんて聞かない。昔は結構そういうのあった時期も確かにありましたけどね。今の鑑定士の試験は本当に昔と違って証文に分かれるんです。たくさん証文あります。括弧1括弧2括弧3括弧4括弧56ぐらいまであったこともあるかもしれません。本当にたくさん証文があって、ということは一つ一つの証文のコメントは短いんですね。中にはここ数年の傾向でいうと穴埋め問題が多い。多分皆さんが受ける2021年も穴埋め形式で出ますよ、おそらく。穴埋めなんですよ、昔考えられなかったんですが。で穴埋めってことはどういうことかっていうと、正確にこのキーワードを覚えてないとダメということなんですよ。だから皆さん穴埋め、先生俺穴埋め得意だわと、文章書くのちょっと先生俺苦手なんだけど、俺穴埋め得意だわと思ってるかもしれませんが、逆ですよ。穴埋め形式の方が嫌ですから。穴埋めってことは要するにその空欄の部分ですね、空欄の部分を正確に言葉を補わないといけないので、いかに正確に覚えるかが問われちゃうんですよ。ですから穴埋め問題、最近の傾向で続く、多分この傾向続くんでしょうけど、穴埋め問題も含めてとにかく鑑定士は括弧1括弧2括弧3括弧4括弧5括弧6ぐらいまで証文に分かれて、そして基準を覚えてますか、定義覚えてますかというような内容、覚えてますかとは書きませんけれども、要するに書きなさい書きなさい書きなさい、要するに定義を書きなさい、基準を書きなさい、制度規定を書きなさい、そこになぜは書いてないです。ですから皆さんはとにかくこれから、次ユニット2の方で、本茶の講義ですね、中身の方に移っていきますが、会計学を勉強する上で大事なことはとにかく暗記に重点を置くということですね。暗記科目です。ただ繰り返しになっちゃいますが、暗記する時の助けとして理解というものは多少は必要になります。ただその理解をするときには決して深入りしないと、要するにうっすらと理解をしておけばいい。先生そんな仕事をするで大丈夫です、仕事をするで大丈夫です、皆さんに会計学で分かってますかなんて鑑定士の先生に聞かない、そんな嫌味なこと聞いてくる人いないですから。会計のことを分かんなかったら会計士に聞きますんで、会計士とか税理士の方に聞きますから、皆さんに会計のことを分かんなかったら実務家に聞くわけがないので、皆さんにはそういうことは聞かれないですから、うっすらとした理解で全く実務上は問題ない。でとにかく正確に覚えると、暗記ですね、暗記をする。ですから、そういう意味で言うとちょっと面倒は面倒です、結構たくさん、ですね、分量はありますので、たくさんの内容を暗記していかないといけないということですね。でその暗記する時の助けとして、多少は理解というものが必要になりますんでね。全くなぜというものが、一個も出ないというわけではないんですが、昔と比べると先の問題はその、皆さんになぜこうなるんでしょうかとか、どうしてこういう制度が必要になるんでしょうか、そういう深い理解を求める問題って本当に最近少なくなっちゃったんですね。昔はたまにありましたけどね、今は本当に単純な問題が増えました。こういう時はどうするんですか、こういう時は制度上どうするんですか、こういう時は制度上どうするんですか、なばっかりですから。ですからもうそれはただ覚えるだけ、という形になるので、しっかりと覚える、暗記すると。特にまた本編の方でお話をしますが、定義の暗記は絶対必須です。ただ定義といってもたくさんあるので、重要な言葉の定義ということなんですが、重要な言葉の定義は絶対に覚えていただきたいですか。そろそろまとめていきますが、これから次のユニットで、中身の方に入っていきますが、まず勉強する時の基本的なスタンスとして会計学は覚えるという作業です。覚える、もう暗記が8、理解は2で暗記中心です。
いかに正確に覚えるかで得点が決まるということです。ただ、まあ、そう言ってもその暗記するときに多少の理解はやっぱくっつけといた方が忘れないという意味での理解は必要です。それは確かに。で、講義の中では理解の方をですね、こういうケースはこういうふうな理由でこうなってますよみたいなことはもちろん説明します。ただ最終的には制度規定をちゃんと正確に覚えるということが大事になりますんでね、とにかく暗記をする。そしてこれは私個人の意見ではあるんですが、スタートに戻っちゃいますが、鑑定士の試験4科目本当にバラバラです。で、同時並行で勉強すると多分わけが分かんなくなるのかなと思いますので、会計学を勉強を始めたら、とりあえず、まあどれくらいの期間でこの全16回の講義消化できるか、それはまあ人によって違いますが、この16回の講義を聞いている間は一旦他の科目を保留しといた方がいいのかなと思います。ですからまずは会計学の講義だけをブワーッとこう聞いてしまうと。で、会計学はやっぱり会計学で独特の表現の仕方があるんですね。だからその16回を通しでもバーッと聞いてしまって、少しずつ会計学独特の表現に慣れるということは大事です。言葉の使い方ですね。でないとなかなか暗記することも難しくなってきますね。ですから、他の科目はちょっと一旦保留しておいた方がいいんだろうとは思いますんでね、まあ、とりあえずこれから会計学の内容の方に移っていきますので、まあ、会計学ですね、まあ4科目論文式試験の中の、まあ、たかだかというか1科目分といえば1科目分なんですけれどもね、まあ、やっぱりしっかりと勉強する必要はあると思います。実務家としてはあまり必要ないと思うんですけどね、受験所は当然必要ですから、やっぱそこはもうとにかく、やるしかないわけで、勉強して、覚える、とにかく覚えるという作業ですね、まあ、なかなかまあ大変なのは、大変なんですけどねもう仕方ない、もう大変大変と言ってても、やることはもう決まっちゃってますよね。もうとにかく教科書の重要な言葉を覚え、まあ、重要な文章ですね、覚えるということですから、まあ、それはもうとにかくやるしかないと思います。ですから、なるべく講義の中ではこう噛み砕きながらですね、こういったことはこういう内容を意味しているんですよということで、なるべく噛み砕きながら説明していきたいと思うんですけどね、最終的には正確に覚える、そこに持っていくということね。試験、通常8月に試験がありますんでね、その8月の試験までには正確に覚えるということですね。最初の頃は不正確でいいです。多少曖昧でも構わないんですが、8月の試験までには正確に覚えるようにしておいていただきたいというところですね。暗記するときはいきなり正確に覚えようとすると多分分からなくなっちゃいますのでね、なかなか簡単に受け入れられないと思いますので、最初から正確に覚える必要はないと思います。最初から正確に覚えるんじゃなくて、まあ、最初は多少ですね、曖昧な表現で覚えても、少しずつ覚える順番で、時期が来たら精度を上げていけばいいのかなと思います。で、また覚え方なんですけれども、そのノウハウというか、私もまあその税理士試験だとかですね、まあ、いろいろ他にも試験を受けていて、確かに暗記しなきゃいけないと。で、暗記するときはやっぱ手で書くっていうのが一番有効なんだろうなとは思います。ただ手で書くのは時間かかるので、やっぱこういう喋ってみる、声に出すということだね、まあ、スピーキングというかね、声に出すと覚えるんですよ。言葉って意外と自分で声出すと音声が自分の耳に逆にこう入ってきますんでね。ですから言葉を自分で発してみるということですね、まあ、喋ってみるということも一つ暗記をする上では、まあ、有効なのかなと。私は受験生の時にそんなふうに感じましたので、まあ、人によって覚え方というのは違うんでしょうけどね、紙に書いたり、それから声に出したりすることによって、であとはもうとにかく繰り返すしかないです、覚えるというのは。でちょっと最後に、これでおしまいにしたいと思うんですが、皆さんはやっぱり先生覚えの大変だよと、もちろん大変なの分かります。だから最難関の試験なんですけど、これ不動産系トップの資格を皆さん目指すわけで、難しいのは分かってるんですよ。最初から簡単じゃないですが、少なくともですから難しい試験を受けるというのは分かってるわけです。だからそれなりにやっぱりそれ相応のステータスがそこにつけられるわけで、で、その覚えるという作業なんですけれども、すみません、こんな時にちょっとまた少し余談も含めちゃいますが、私女房がいて、まあ、私道を覚えないんですよ。本当に片道1時間だとだいたい3回ぐらい間違えるんですよね。で、女房は1回で覚えるんですよ、うん、で私が、まあ、運転するんですけどね、女房隣に乗って、ね、一応ナビはつけるんですけど、
間違えるんですよね。で間違えるたびにブチ切れてるんですけど、どこ間違えてんのよと。だからそこのローソンじゃないでしょって、向こうのローソン何回やったら分かんのっていう、その何回言ったら何回通ったら覚えんのっていうセリフはもう耳にタコができるぐらいそのセリフをいつも言われてるんですが、で自分で自覚してるんですよ。本当に道を覚えないです。私こんなの大きな声で言えるようなことじゃないんですけどね。でうちの女房は道を一発で覚えるんで、これ私才能だと思ってるんですよ。で私道を覚える才能ないんですね。じゃあどうするかって言ったら、女房が寝てる時に一人で車を運転してるんですよ、間違えないようにナビ見ながら。で10回ぐらい通るとさすがに覚えます。あ、女房が寝てる時に一人で車運転して 10往復ぐらいするんですね、ほとんど覚えます。で女房乗っけると、まあ、子供もいるんですけどね、女房子供乗っけて、あれあんた覚えたじゃないって、そりゃ覚えるだろうみたいな、あれもうこんな道簡単だよみたいな感じになっちゃいますけどね。でも本当は寝てる時に10往復してるわけですね。やっぱり物事を覚えるというのはそれは確かに苦労があるんですよ。さ、見えない苦労だとか、まあ、大げさかもしれませんけれどもね、私も何往復もしました。皆さんもこれから文章を覚える、俺先生何回やっても覚えらんねえんだよなと、確かにそういう人いるんでしょう。私が道を覚えないように皆さんも何回やっても覚えないんだよな、何回やっても覚えない人はもう数繰り返すしかないんだと私は思ってます。要するにトレーニングしかないんですよ。他に有効な手段私はないと思ってますんで、もう何回やっても覚えられない人は何回もやってください。もうとにかく何回も何回も繰り返すしかない。で、やっぱりこの試験、難しい試験を受けるわけですから、最難関の国家試験ですね。最難関の国家試験なんで、んな簡単に受かるわけがない。ちょこちょこっと電車の行き帰り、ちょこちょこっと勉強して合格しました。それが最難関の試験にはならないですから。ですからそれはやっぱり気合を入れて勉強するしかないんですけれどもね。とにかく覚えるのが大変だなと思ったら、覚えられない覚えられないと思ったら、やっぱりとにかく繰り返すしかないんだろうと私は思ってます。ただ皆さんそうは言っても時間がないと言われちゃいますんでね、まあ、なかなかそんなたくさん、まあ、繰り返す時間ないんでしょうけれども、まあ、少しでも時間をですね、隙間の時間でも見つけていただいて、ちょっとお時間があるときは会計学ですね、のフレーズにいつもこう接するような形を取れば少しずつ覚えますよ。ですか？一回で覚えようなんていうのは甘いです。それはうちの女房確かに一回で覚えるらしいですけども、一回で覚える方がおかしいと思ってますけどね、私。なんで一回で覚えんだろうなと、私なんか 10回近く通ったと覚えないって言ってるのに。でもそれは一回じゃ覚えられないんですよ。何回も通らないと、行ったり来たり行ったり来たりを何回もしないと覚えないです。皆さんも多分そうだと思いますんでね。とにかく、少しでも時間を見つけていただいて何回も繰り返す、もうそれだけだと思いますよね。で8月の本番の試験ではより高い精度で、答案を書いてくる。これで多分合格点は十分会計学はつくと思いますんで、ね、これこの後中身の方に移っていきますが、しっかりと学習を続けていただいて、とにかく、覚えていただきたいと思います。でですね、第1回目の、まあ、1ユニット第1ユニットですね、まあ、ガイダンスというか、まあ、今後の指針に向けてということで、お話をしてきましたので、一旦ここで、締めたいと思います。で、ブレイクタイムを挟んで、今度は次ユニット2で、この会計学の内容の方ですね、内容の方に、移っていきたいと思います。はい、ではですね、ちょっと一旦ここで、第1ユニット終了ということで、ブレイクタイムを取りたいと思います。はい、では引き続いて、第2ユニットですね、ユニット2に移ります。では、端書きあるいは目次はいいです、でも内容の方に移っていただいて結構です。で、今日は第1回目ということで、第1章になりますかね。 ページで言うとちょっと移しますが、会計学総論ということで、まあ、一応ここを章というふうに考えていただく、まあ、第1章ですかね、はい、まあ、1ページ目ですね。はい、で、今日はここからスタートですね。会計学総論ということで、で、まあ、この辺はいいです。まあ、こんなこと勉強するんだな。でもちろんこれ全然まだ皆さん言葉わからないと思うんですけどね。これ飛ばしていただいて本書で学習することですね。でこの辺もいいです。ざっと飛ばしていただいて、で会計ですね。で会計の意義。でちなみにですね、
先ほどのガイダンスというか、まあ、第一ユニットですね、ちょっとお話をしたんですが、あの定義が大事ですよという話はしたんですが、さすがに会計とはっていうところまでは聞かれないですから、まあ、そこは気にしなくて結構です。まあ、こんな内容は問題に問われないと思いますんでね。ですからもうちょっと次のページ移って2ページ目ですね。はい、で、まあ、会計の種類というところですね。で、あの実はちょっとその下に、まあ、チャートっていうか、まあ、なんて言うんでしょうね、流れ図みたいな感じでちょっと枝分かれをしたもので書いてますけどね。あの会計って実はいろんな種類があるんですよ。で、覚える必要ないですよ。で、実はちょっとこの後で説明する予定なんですが、このテキストでここは覚えてくださいねっていうのはアンダーラインつけてあります。で、アンダーラインは2つ種類があって、1つは普通の線なんですね、実線なんですが、もう1つは点線です。で、実線で書いてあるアンダーラインの部分はなるべく正確に覚えてる、とにかく暗記です。ですか。で、点線部分は、まあ、ちょっとぼやけても大丈夫かなということです。もちろん正確に覚えられるんだったら覚えた方がいいんですけどもね、まあ、多少ぼやけてもいいかなということですね。ですからこの辺のページ2ページ目ですね、どこにもアンダーラインがついてませんので、この辺が直接皆さん の, その不動産鑑定士の試験で問われることはまずないと思います。ただちょっと今日最初なんで、会計という一口に言ってもいろんな種類があって、で財務会計というのがあるんですね。で、財務会計っていうのは覚えなくて、ここでは今やらなくていいですが、財務会計って外部の人、会社のですね、会社の外部に報告するようなものです。で、会社の外部に報告する会計が外部会計で、で、昔はですね、ほとんどそれは制度会計、つまり会社の外部の人に報告しますから、一定のルールが必要なんですよ。あの勝手な報告されちゃうと困るんで。だから、財務会計と制度会計って大体一緒なんですね。ただ最近はちょっと一言コメントつけますが、制度会計ではない会計、外部に報告する会計の中で制度に基づかない会計なんかもちょっと最近ありますんでね、まあ、インベスターリレーションズって言いますけどね。ただあの基本的に財務会計というのは外部の人に報告する会計なんですが、外部の人に報告する以上は当然制度というものが必要なんで、だから皆さんは制度とか、まあ、基準ですね、要するに基準があるんですよ。会計が会計という科目ですね。で、たくさんの基準があります。その基準を覚えるという作業なんです。要するに外部の人に報告するんだから、一定の基準、ルール、そういったものが必要なので、そのルールを覚えてくださいねと言ってるわけです。で、具体的にちょっと右の方に行くと、はい、ルール、まあ、法律なんですが、会計に関連する法律は3つあります。金融商品取引法、昔は証券取引法って言ってたんですが、金融商品取引法と会社法と税法、ね、3つあります。で、まさかとは思うんですが、税法が皆さんに出るわけがない。皆さん鑑定士を目指す人に税法上どう扱ってますか、そんなものはないですね。ですから税法はいらない、まあ、税法会計ではありますけどね、税務署に提出、まあ、申告をする時の、まあ、提出をする時の会計ですね。で、会社法はそうですね、ちょっとだけ使います。で、多くは金融商品取引業ですから、9対1対0ぐらいの比率で勉強すればいいと思います。試験の内容を考えると、ほぼほぼ金融商品取引業、ちょっと一言参考までにということで、まあ一応の目安なんですが、9対1対0ぐらいの、まあ、割合なんですね。たまになんですが、会社法会計、会社法でもまあ会計に関する規定があるんですが、その会社法という法律に基づく会計ではどうなってますかと、まあ、多少はまあなくはない、これはないですね。税務会計、税法上の会計はこれはもうないと思って間違いないと思います。で、皆さんに言いたいのは、これから皆さんが勉強する会計、特に鑑定士を目指す人たちが勉強する会計はほとんどこれです。金融商品取引法に基づく会計、つまりもう一回スタートに戻しますが、もうそもそもが財務会計、要するに外部の人に報告をするんですが、それは制度が必要だ。で、その制度はこの3つある。この3つの中で金融商品取引法が一番大事ということですね。で、ちなみに制度に基づかない会計って何ですかということなんですが、あの IRB って言葉、多分皆さん実務家の人たちご存知の方多いと思います。あの、会社のホームページね、会社のホームページに、例えばメーカーが新製品なんかをあの発表したり、ホームページ上で発表する、あれ IR って言ったりします。覚えなくていいですよ。インベスターリレーションズということなんですが、
ちょっと左の側中欄にコメントつけておきましたので、インベスターリレーション IR というのは企業が自主的にですよ。これ制度で義務付けられてるわけじゃないです。これ勝手にやってるだけですから。 IR って企業が自主的に行う投資者向けの、広報活動。 IR インベスターリレーション、インベスターって投資家ですね。直訳しちゃうとインベスター投資家との間のリレーション、これ関係なんですね。ですから投資家との関係というものをなるべく良好に保つみたいな感じなんです。それどういうことかというと、ホームページを使って広報するんですね、会社が。でホームページ上で新しい製品をホームページ上で、広報する。そうすると一般の人たちがそれを目にする。ああ今度出来上がってる製品いいなと、いいな今度の製品、ほんとそこの会社が利益が増えて株価が上がる、投資家が嬉しくなるみたいな感じで、投資家との良好な関係を維持することができるんですね、ということなんですが、これは全く試験に、関係ないと思いますね。 いらないです。また余計なことを少し喋ってしまったんですが、インベスターリレーションズはただこれは自主的にということで非制度会計だと言われています。制度に基づかない会計ですね。勝手にやってるだけですね。でその下なんですが、企業会計、営利会計ということで、で実はこれを覚えていただきたい。これ企業会計を覚えるというか、企業会計をこれから皆さんが学ぶことになります。例えば営利会計って書いてますが、最近だと NPO 団体とかって NPO、NPO なんていうことで、あれは非営利団体なんですね。でそんなところも会計というものを取り入れたりすることがある。ただそういう話じゃなくて、皆さんがこれから勉強するのは普通の会社がやってる会計なんです。これ企業会計と言います。当然普通の会社ですから、やっぱり営利を目的としてますんで、営利会計、営利会計ということもあるんですが、要するにこれから皆さんが、鑑定士を目指す受験生の立場で勉強する会計というのは企業がやってる会計ですね、はい。で次のページ3ページ目に移っていただいて、一応非営利会計というのもありますけどね、ここはいいです、飛ばしていただいて。でこれはちょっと過去に出たことがあります、その下に移っていただいて、財務会計と管理会計、この区別はちょっと頭に入れておいてがいいと思います。で会計の中で私さっき、チャートみたいなちょっと流れ図みたいなんですね、枝分かれをしたもので、財務会計とこれは外部に報告するんですよ、外部に報告する以上は制度が必要ですよみたいな話をしたんですが、財務会計とはということで、ちょっと実はこれ転線になってるんですね。で先ほどちょっと触れました、このテキストは覚えてほしいフレーズを2段階評価で表示をしています。まずこの点線部分、ちょっとこれ先に来ちゃったんですが、点線部分の方はそれもちろん全部覚えられるんだったら覚えた方が、覚えるに越したことはないんですけれども、多少曖昧でもいいです。なぜかというと、基本的にこの点線の部分ですね、点線の部分というのは基準の表現ではないんですよ。要するに基準の表現で、財務会計とは何々である、そんな会計基準ないですから、ですから財務会計とはというようなところの、これ定義なんですが、この部分の定義に関しては要するに大学の先生たちが考えた定義なんですよね。だこういうのはもちろん覚えられるんだったら正確に覚えた方がいいですけども、多少曖昧でも構いません。要するに人によってちょっと表現違うんですよ。だから皆さんは例えば大学生の頃会計を勉強した人いるかもしれませんが、会計を勉強してきた人はひょっとしたらまだ会計のその本ですね、手元に残ってるかもしれませんが、そうちょっと調べてもらうと分かるかなと思うんですが、財務会計とはって多分あると思うんですが、この表現と若干多分違ってると思います。要するに財務会計とはという定義なんですね。とはっていうのは基本的に定義です。この財務会計とはということで、この定義の部分は基準がないから人によってここは若干表現まちまちになってしまう。だからここは点線なんです。そんなに詳しくこのテキスト通りに覚える必要はないんです。多少表現違ってもいい、全く違っちゃうとあれですけどね、多少表現違ってもいいんですね。で後でまた別のところで出てきますが、ここのアンダーラインの部分が実践の部分があるんですね。でこれはやっぱりもう基準に書いてある文言通りというようなものが中心なので、ここは本当に高い精度で覚えてほしいという文章なんですね。
ということで、このテキストアンダーライン2段階レベルで表示がなされてますので、こっちはそこまで重要度は高くない、点線の部分はそこまで重要度が高くない、で実践の部分は本当に高い精度で覚えてほしいと、こういうふうにちょっと理解しておいていただきたいね、はい、ということで、まず財務会計とはということで、まあ、定義ですからね、まあ、覚えてほしいんですが、ただまあこのままでなくてもいいです。で、財務会計とは企業の経済活動を貨幣額で記録計算し、その結果をですね、結果っていうのは企業の財政状態経営成績なんですが、およびキャッシュローの状況などをその財務諸表によって外部利害関係者に報告する仕組みシステムのことを言うということですね。で、ちょっと一つポイントになるのは、これ書かなくていいですですか、この外部利害関係者ということで、ごめんなさいね、ちょっとですね、ちょっとここのところごめんなさい、ちょっとこれ今マーカーつけなくていいです、すいません、今ちょっと便宜上ですね、ちょっと強調する意味で、まあ、強調する意味で丸をつけておいたんですが、ちょっとすいません、後からマーカーつけちゃいましたが、この外部利害関係者というところですね、はい、ちょっとここだけ気をつけておいていただきたいというところで、はい、で、ですね、今日の最初のガイダンスで、すいません前後しちゃって悪いんですが、あの赤ペンとかマーカーとかをできれば使った方が少しカラフルになってくるかなと思います。で、私あの、まあ、丸でこう囲って強調するケースもあるんですが、まあ、一応こういうふうにですね、マーカーつけるケースもあります。で、あのちょっとマーカーつけた部分はなるべく皆さんも合わせておいていただきたい。まあ、マストではないです。マストではないんですが、この、先生が丸をつけるとき、皆さんの採点ですね。採点するときにこういう言葉に先生たちは多分気をつけて皆さんの答案を採点するだろうなと、まあ、そんなところちょっと気がついたところがあれば、ちょっとマーカーで少し強調しておきたいなと思ってますので、ちょっと皆さん、まあ、今日マーカー持ってきてないかもしれませんが、ちょっとこのタイミングで、はい、外部利害関係者という言葉、ちょっとこれマーカー、まあ、アンダーラインでもいいですけど、まあ、なんか強調できればいいですけど、ね、ちょっとこの言葉にはなんか適当に色をつけておいた方がいいだろうと思います。はい、ですかね。で、戻ってしまいますが、財務会計というのは要するに企業の経済活動を貨幣額でもって外部の利害関係者に報告をするというのが財務会計なんですね。改めて、ここですね、外部利害関係者、はい、で、外部利害関係者ってたくさんいます。これだけじゃない、これだけじゃないんですが、例えば外部利害関係者ってどんな人ですか。例えばメインは株主です。株主、債権者、政府で、他に誰がいるんですかって言ったら、例えば地域、その会社で会社がある町に住んでる人、例えば公害なんかが発生、あの煙で工場から煙が出て公害で体を悪くする、これも利害関係といえば利害関係です。あるいは普通に私たち商品が、例えば車ですね、車なんか買います、で実は故障していた、もう困っちゃいますけどね、そういうのも利害関係だから、消費者っていうのも利害関係者といえば利害関係者、あの本当に利害関係を持ってる人ってたくさんいます、会社との間で、あるいは単純に従業員なんかもですね、働いている従業員だって会社と利害関係を持ってますよね、まあ、たくさんいるんですが、中でも株主、債権者、まあ、政府、まあ、もちろん政府にも税金払いますね、政府に税金を納めるという意味では利害関係を持ってますが、この辺がメインになります。特にとりわけこの株主というのが中心のになっているということを覚えておいてください。この人たちが外部の利害関係者です。で、この外部の利害関係者に報告をするというのが財務会計。例えば A という会社があったとして、利害関係者に報告をする。で、報告をする、何を報告するかというと、企業の経済活動ですね。具体的には経済活動って何ということなんですが、経済活動は財政状態とか経営成績と言われています。で、その財政状態だとか経営成績、また詳しくはちょっと内容はまた後のページの方で説明しますが、財政状態だとか経営成績を報告する、どうやって報告するんですか。その報告媒体というのは、まあ基本的にまあ今までは紙だったんですが、この紙の上に、まあ、書類なんですよね、書類の束を作ってこれを外部の利害関係者に公表する、これが財務会計なんですね。で、その書類の束、書類の束のことを財務諸表と言ってるわけです、はい、財務諸表ちょっと覚えておいてください。まあ、試験に別に直接ここがあの狙われるというわけでもないです。あの財務諸表ですね、
ただ皆さんが一応やっぱり会計ですね、皆さんに深い理解は求めないです。皆さん不動産鑑定士と呼ばれる先生たちに対してそんな会計の深い理解求めないんですが、財務諸表という言葉ぐらいはやっぱ知っとかないといけない。これは最低限知っとかないといけないことですね。で、財務諸表というのは書類の束で1から4まで、まあ、他にもですね添付資料みたいなものがあったりするんですが、メインになったのはこの1番から4番までこの 4つですね。中でも今まではこの2つ、貸借対照表と損益計算書、この2つがメインだと言われていて、まあ、最近ではこの3番と4番、特に4番キャッシュフロー計算書ですね、このキャッシュフロー計算書の重要性も最近は高まってきているなんて言われてるんですが、で、あとは株主資本等変動計算書、昔はこんなのなかったんですが、これも今作るようになりました。まあ、そんなこんなで4つ書類があると。この4種類の束、これをまとめて外部の人に報告をする、この4種類の紙の、まあ、書類の束を財務諸表と言っていると。ただやはり昔からこの上の2つ、この上の2つがこの4つの書類の中では一番大事と言われていたので、この2つを中心に覚えて、まず覚えてほしいんですけどね、貸借対照表、損益計算書で、貸借対照表はまた次のページ以降で説明しますが、期末ですね、通常3月が決算だったら3月決算のその3月31日なんですが、会社の期末で、期末って決算です、決算をやる時の財政状態で、これを1枚の書類に表したものが貸借対照表と言います。詳しくはまた後のページの方で説明しますが、で、損益計算書というのは1年間で、例えば3月決算であれば4月1日から3月31日、3月末日まで、この1年間ですね、この1年間の経営成績、これが損益計算書という書類になって、表示されます。あとは、株主資本等変動計算書、ね、あとキャッシュフローですね、1年間のキャッシュフローの流れですね、キャッシュフロー、ですね、キャッシュフローがどうなってるかっていう、まあ、一応この4つですね、この4つが財務諸表と呼ばれますんでね、まあ、ちょっと覚えておいてください、はい、でこれをこの人に、この人たち、この A という会社が財務諸表というものを作って、この外部の利害関係者の人に報告をすると、まあ、言うんですね、はい、でこれを財務会計と言ってます。財務会計というのは改めて企業の経済活動を貨幣額で、記録計算して、その結果ですね、結果ということで企業の、まあ、財政状態、経営成績、これが中心なんですが、その結果を財政状態だとか経営成績、あるいはキャッシュフローの状況ですね、こういうものを一枚一枚書類を作るわけですね。で、この書類の束が財務諸表なんです。この一枚一枚書類を作って財政状態、経営成績、キャッシュフローの状況と一枚一枚書類を作って束にして、まあ、これが財務諸表と呼ばれてるんですが、これを外部の利害関係者に報告をする、このことを財務会計って言ってます、はい、で、ちょっとここにゴシック体でちょっと太字で、まあ、あまり強調できてなかったかもしれませんが、太字で書いてあるところはちょっとやっぱキーワードになるかなということで少し意識しておいてくださいです。太字で書いてあるところは受験上はこの辺のところですね、こういったところが問題に設定されやすい。例えば財務会計とは何か、定義を述べなさいみたいな形で、この太字、まあ、ゴシック体ですかね、ゴシック体で書かれている部分が問題に設定されやすいような、まあ、それくらい重要なキーワードだというふうに認識していただきたいということですね。で、時々ちょっとこうマーカーつけてきますが、これは皆さんが答案書くときに、まあ、こんなところ少し気をつけてくださいねというところはちょっとマーカーつけておきたいなと思いますけどね、はい、まあ、とりあえず財務会計の意味を覚えておいてください、はい、では次のページで4ページ目ですね。で、管理会計なんですが、やっぱり財務会計が出れば管理会計も、まあ、一緒に抱き合わせで、出る可能性あります。で、管理会計、ね、ちょっと読んでいくと、まあ、これも大雑把でいいですよ、この辺は点線ですからね、そこまで正確に覚える必要ないんですが、管理会計というのは内部利害関係者ということで、ここですね、まあ、ちょっと一応マーカーつけておきますが、内部の利害関係者の人ですね、外部じゃないんですよ。管理会計というのは
内部の利害関係者である企業経営者が経営方針や経営計画を設定し、さらにこれに基づいて行われた経営活動の成果を分析評価するための会計情報を提供することを目的とする会計であるということなんですが、さすがにちょっと難しい表現を使っています。簡単に言うと、どっちからどっちでもいいんです。これ別にこれ一つの会社の中で部下から上司、逆のケースも考えられます。上司が部下に伝達するとか、要するに会社の中で、行われている会計です。要するに内部管理用みたいな形なんですね。ですから、管理会計ということで、内部、会社の内部ということですね。会社の内部で内部管理用に、行われている会計になります。例えば具体的に言うと、うちの今年1年間の売上の状況がどうなっていて、でさらに言うと、ここ5年間の推移が、売上がどうなっているか、あるいはライバル企業がと比べてどうなっているかとか、これは内部で管理する時のための会計なんですね。でこれはルールがないんですよ。これ公のルールはありません。ですから自分たち好きなようにやってもらって構わないです。別にフォーマットもなければ何もないですからね。自分たちの会社の中での話ですから、外部に漏れることもないでしょう。これはですから、あくまでも内部で管理するための会計なんだということで、売上がどれくらいだとか、ライバルの企業の状況と比べて、うちの会社マーケットシェアが何パーセントなのかとか、いろんな情報あります。それも会社によってまちまちなんで、とにかく管理会計というのは内部で、報告をされる会計なんですね。ちょっと難しい表現使ってますので、ね、これここまで細かくなくていいと思います。ちょっと公式コメントでつけておいたんですが、管理会計の定義ですね。もうちょっと大雑把でもいいです。時々ちょっと私のコメントを超えたことで、少し吹き出しで入れといたんですけどね。はい、ちょっとこの辺は参考にしていただければいいのかなと思います。はい、でこれでとりあえず財務会計と管理会計のお話は終わりということで、改めて財務会計は外部に報告する、外部の利害関係者、管理会計は内部の利害関係者に報告をすると、はい、で戻っちゃいますが、財務会計ですね、そっちはポイントです。財務会計がポイントになるわけで、外部に報告する。でその時に、書類の束があるわけで、この書類の束のことを財務諸表って呼んでたわけですね。で財務諸表というのは外部の人に報告をする会計で、いわゆる財務会計ですね。でいくつか書類を作るわけですね。でこれを外部の人に報告するんですが、その書類の束のことを財務諸表と言っていて、フィナンシャルステートメントということで、F スラッシュ S ということで FS というふうに、略すケースもあります。財務諸表って漢字だと4文字なんですが、 FS だとすごく表記が楽なので、通常ですね、この FS で慣れてほしいんですね。財務諸表という時は普通 FSFS というふうにもう略しちゃいますね。でこれが書類の束になります、財務諸表ですね。でちょっと次のページなんですが、5ページ目で、やっぱりいくつか書類があるわけですけれども、一番大事なのはやっぱ貸借対照表という書類ですね。でこの貸借対照表ということで、ちょっと一旦下がっていただいて、すごく簡略化すると、この1枚のシートが貸借対照表と呼ばれるシートなんですね。でこの1枚のシートを作って、外部の利害関係者に報告をしないといけないんですね。でちょっと上に戻っていただいて、貸借対照表のことをですね、英語でバランスシートって言います。これは多分有名だと思います。バランスシートで BSBS って略します。でこれも漢字で書くと、貸借対照表って漢字結構めんどくさいんで BS って書きますですかね。貸借対照表 BS というふうに書きますね。はい、で貸借対照表 BS で、バランスシートなんですね。で貸借対照表なんですが、これは期末時点の財政状態、財産の金額を表している。でここですね、これは書かなくて、マーカーつけなくていいんですが、期末時点ちょっと見ておいてほしいんですが、期末ということで決算なんですね。決算時点の財政状態、つまり決算を迎えた段階でどれだけの財産を持ってるかみたいなものを、こうちょっと下に下がっちゃいますが、この1枚のシートにまとめてるんですね。これが貸借対照表と言われてます。で
1枚のこのシートにまとめて貸借対照表というものを作るんですが、期末の段階でどれだけ、まあ、決算、期末って決算なんですが、決算でどれだけ財産持ってますかって、でその財産、まあ、正確には財政状態がいいと言ったりするんですが、財産が多い会社通常財政状態は良好ですよ、で逆に財産が少ない会社は財政状態が悪いですよということで、この貸借対照表は財政状態というものを表しているということで、ちょっとここはマーカーつけておいていただきたいんですが、この財政状態、これですね、この言葉、貸借対照表を説明するときのキーワードになるかなと思いますので、はい、貸借対照表を説明するとき、貸借対照表ですね、バランスシート、バランスシートを説明するときのキーワードは財政状態で、ちょっと見ていくと、例えばうちの会社借金負債が100億あった、銀行から100億借りてきて、で資産が300億ある、例えばこの100億銀行から借りてきて商品を仕入れる、土地を買ってくる、建物を建てるとか、まあいろいろ資産を手に入れるんですが、で今合計で300億ある、でこの差額が200億円、これ純粋な資産だと言われて純資産というんですね、でまあ株主から200億円の資金を受け入れるみたいな形でも結構です。あの純資産というのは資産から負債を引くということなんですけどね、でちょっと下がっていただいて、貸借対照表バランスシートって1枚の書類なんですが、右と左の方にこう分けて真ん中で区切るんですね。で右の方が資金の調達を表しているということになるんですね。でちょっと右の方をクローズアップしていくと、この右半分なんですが、会社が経営するときにどうやってお金を集めたのかということで、でちょっとここは色をつけておきますが、まず借金ですね、借金は当然あるでしょう、これが負債って言います、まあ、銀行からの借り入れですね、であとは株主からお金を調達する、でこれ借金ではありません、返す必要ないので、まあ、これが純資産と言われる部分になるんですね、まあ、株主からの資金提供と。で、まあ、こんな形で、会社はお金をまず集めてくるということで負債とか純資産ですね、資金の調達です。でこの右サイドは資金の調達を表すんですが、これを使って今度左ですね、じゃあその集めたお金をどんな風にして使ってるんですかと、まあ、運用ですね、運用してるんですかと、この左の方の部分が、資産という呼ばれてるんですね。でちょっと色を分けておきますが、まあ、こんな感じです。で左の方がお金、この集めたお金をどう運用するか、つまり資産として運用するみたいな、だ現金のまま持っているとか預金口座に預けるとか、商品を仕入れるとか、建物を買ってくるとか、まあ、土地を買ってくる、まあいろいろあるでしょうと。でこれで左のボックスと右全体のボックスが金額として同じになるはずなんです。こっちが300億で、例えばこっちも300億とか、でこれでバランスを取る、バランスシートっていうことね、1枚のシートでバランスを取るんだということで、バランスシート、バランスシートって言います。で特に今回はこのブルーで色をつけた純資産っていうんですが、この純資産は本来は資産から負債を引いて計算するというやり方で計算するんですけどね。でこの純資産、まあ、ネットの資産、純ですね、純資産ということで、ネットの資産みたいな純粋な資産が多ければ多い方が、ちょっと上に戻りますが、財政状態が多いでしょうと、あ、ごめんなさい、財政状態がいいですね、財政状態がいいと、まあ、いうことで、まあ、財産ということなんですが、正確に言うと 純資産ですね。純資産が多い会社っていうのは財政状態がいい、純資産の少ない会社は財政状態は悪くなっているというような形で、この財産、まあ、つまりちょっと書いておきますが、
まあ、財産ですね、純資産が多ければ財政状態はいい、純資産が少なければ財政状態は悪いということで、バランスシートは期末という決算ですね、決算を迎えた段階で財政状態、つまり財産、つまり純資産ですね、純資産がいくら会社の中に残ってるかみたいなことを、まあ、1枚のシートで考えるんですね。でこれが貸借対照表というシートになります。はい、一応覚えておいてください。これは期末ですね、決算ですね、決算の段階でうちの会社決算をの段階でこれだけの資産持っていてこれだけお金を集めてきましたよということ、これが1枚のシートになってる決算ですね。決算の時点でこうなってますよってことだね。でこれはすごくこの1枚のこの貸借対照表というこのシートはすごく大事ですね。でちょっと次のページなんですが、でこれに対して、今度は6ページ目、もう一つ損益計算書というのがあります。で損益計算書ということでプロフィット&ロスステートメントということで、通常これ PL って書きます。でこれも、PLPL で、覚えておいていただきたいんですが、損益計算書ですね、損益計算書ってのは PL って。でこれは損益計算書はこの1枚の、まあ、こういう、シートですね、他のフォーマットもあります。実は他のフォーマットもあるんですが、まあ、一応ちょっと最初の段階なんで PL ということでプロフィット&ロスステートメントということで、 PL はこういうさっきの貸借対照表と同じフォーマットを使っちゃいますんで、左と右で真ん中に分けるタイプですね。で損益計算書は一定期間、例えば4月から3月ということで1年間ですね、1年間で、はい、これちょっと任つけておきますが、経営成績を表すと、で学校でいうと皆さん学生時代ですね、学生時代でいうと通信簿みたいな感じです。1学期の成績とか2学期の成績で、これも、会社ですね、会社成績があるんですが、この成績ってちょっと一言これは書いておいていただきたいんですが、利益の大きさということで、この経営成績というのはどうやって判断していくかということですが、利益の大きさで判断するということですね。はい、ですからちょっと下がっていただいて、はい、これが損益計算書と PL ですね、 PL の、まあ、フォーマットみたいな形で、これ真ん中で区切れるんですが、右の方が収益、まあ、売上なんかですね、会社の売上みたいな感じで、左の方この上の部分が費用です、まあ、コストですね、収益と費用を計算してその差額で利益を出すみたいな感じですね。でこの利益の部分が、ね、会社の、まあ、経営成績になっていて、当然この利益が大ければ大きいほど、経営成績はいいというですね。例えばちょっと具体的な数字で説明すると、収益が100あって費用が70かかったら利益は30ですよみたいな感じですね。まあ、こんな形になります。で、まあ、今回は収益が100、まあ、利益、費用が70で、この差額で利益が30と計算できるんですが、この利益が大きければ大きいほど経営成績はいいというふうに我々投資家が判断するというですね。で、ですか、まあ、一般のまあ投資家、これ書かなくていいですが、もう一回スタートに戻ってもらいたいんですが、今私たちが勉強しているのは財務会計なんですよ。要するに外部に報告する会計なんですね。で、外部の利害関係者に報告をするんですが、その中で株主が中心なんですね。要するに株主に報告をしますから、要するに株主って投資家なんですね。ですから我々、まあ、投資家ですね、投資家の人たちに、報告をするということで、投資家の人たちはこの利益が大きければ経営成績はいい、
この利益が少なければ経営成績は悪い。我々投資家はそうやって判断をするということですね。はい、でこれがプロフィット&ロスステートメントということで損益計算書、まあ、他にも財務諸表ってありますが、まあ、とりあえずこの2つ、貸借対照表と損益計算書、この2つが重要になってくるので、この貸借対照表と、損益計算書ですね、この2つ中心に覚えておいてください。はい、でですね、財務諸表ですね、財務諸表ということで財務諸表の、貸借対照表と損益計算書の、まあ、簡単な見方ですね、まあ、こういったものを説明しましたので、この辺はざっとで結構です、ちょっと軽く復習はしておいてください。はい、ではですね、ちょっと一旦ここで前半終了ということで、ユニット2ですね、前半ユニット2まで終了ということで、10分休憩を挟んで、今度後半ですね、ユニット3から説明をしていきたいと思います。ちょっと一旦ここでブレイクタイム、ごめんなさい、休憩ですね、10分ほど休憩を取りたいと思います。はい、では引き続いて、後半ユニット3から説明をします。ではテキストは7ページ目ですね、7ページ目のところで、ちょっと難しいですねこの辺は。で7ページ目ですが、財務会計の機能というね、で財務会計というのは外部の人、まあ、外部の利害関係者ですね、外部の利害関係者に報告をする、こういう会計のことを財務会計と言ってます。で財務会計が持つ機能ですね、でこれを2つ実は指摘できるんですが、外部の人に外部の利害関係者に報告をする、まあ、財務会計なんですが、機能としては2つあるんですね。で1つが利害調整という機能があります。でちょっとその下なんですが、利害調整機能の意義ですね。で意義っていうのは、まあ、大体会計学はほとんど定義と変わらないんですが、利害調整機能の意義ということで、利害調整機能とは私的な利害関係、つまり経営者株主債権者の間の利害関係を調整する機能であると。でこれくらいはちょっと覚えておいてほしいんですね。まあ、多少大雑把でもいいですけどね、この辺は点線なんで。でちょっと補足しますですか、利害調整利害調整機能、利害調整機能ということで、ですね、例えば経営者ですね、株主債権者それぞれ個々人に利害って持ってるんですね。でこの利害が対立しちゃうこともあるので、この利害が対立しちゃった時にうまくそれを何て言うんでしょうね、まあ、調整するという機能が財務会計にはあるということなんですね。ですから外部の利害関係者、外部の利害関係者っていうのは、まあ、たくさんの人が利害関係会社とは持ってるんですけどね、その中でも経営者、株主、債権者、こういう人たちが会社との間で利害関係持ってるんです。で時々、絶対ではない、絶対ではないんですが、時々その個々人ですね、経営者だとか株主とか債権者、私的ですね、個々人の利害関係がぶつかる時があるんですね。でこのぶつかった状態を調節するというのが、利害関係機能と呼ばれていて、これが財務会計には、まあ、期待されているというかですね。でちょっと中身説明すると、はい、外部の利害関係者ということです、企業外部ので、メインはやっぱこの人です、株主です。で株主は会社との間でどんな利害関係持つかって言ったら、やっぱり株が下がったら嫌だなと、逆に上がったら嬉しいですね、配当もたくさん欲しいな、まあ、そんなことで会社と利害関係持ってます、まあ、これは大体わかるかなと思います。はい、でちなみに株価は高い方が嬉しいですね、それから、配当ですね、配当もまあ多い方が嬉しいんですが、でこれは書かなくて、これは書かなくてですが、株価とか配当って利益の大きさと通常関連するって言われてるんですね。つまり利益が高い会社は配当だって株価だって高いですね。逆に利益が少ない会社は、利益が少ない会社っていうのは株価も配当も低いですね。なんて形で利益の大きさと関連するんで、まあ、なるべく利益はたくさん出してほしいというとね。
で、まあ、その人ですが、自分が出資したですね、まあ、株主ですね、出資した財産を取締役が適切に管理運用し利益を上げているか、取締役の財産受託責任ということですね。まあ、これまた後で出てくるんですが、まあ、そういうことで、まあ、会社との間で利害関係持っているということですね。で、ごめんなさい、ちょっとこのここちょっとずれてますね、すみません、ここをちょっと左に詰めておきますので、改めてちょっと読んでいきますが、自分が出資した財産を取締役が適切に管理運用し利益を上げているか、まあ、こういうことで株主はの人、この人たちですね、この人は会社との間で利害関係を持っています。で、債権者と呼ばれる人ですね、これちょっと人のイラストを描いちゃったんですが、別に普通の人間とは限りません。債権者ってこの者っていう、こういうものっていう、まあ、漢字を書きますが、債権者っていうのは要するにお金を貸してくれた人なので、まあ、人って言っちゃいましたけど、例えば銀行なんかもそうですね。銀行なんかが債権者になるケースは当然考えられます。ですから、なんかこう、これ、ごめんなさい、ちょっとこのイラストがミスリードさせちゃうかもしれませんが、債権者と、もちろん、まあ、個人であるケースもあるんでしょうけども、会社ですね、銀行です。銀行が債権者になる。というケースだね、銀行。銀行がお金を貸してくれる。とすると、この債権者、つまり銀行ですね、銀行がお金を貸してくれるんで、債権者は、どんなことを考えているかって言ったら、もう簡単で、まあ、元本ですね、まあ、利息もまあ含めて、まあ、利害合計でもいいですが、とにかく少なくとも元本は返してほしいということで、元本の返済ができるかどうかということを、この例えば銀行さんなんですね、債権者と呼ばれる人たちがそういう形で利害関係を持っているんです。で、元本が返済できるかどうか、もちろん返済しなきゃダメですよ、返済しなきゃいけないんですが、元本が返済できるかどうかは財産がどれくらい会社の中に残っているかどうかみたいなことがすごく大事になりますね。例えば財産が少なくなっちゃった、財産が少ないとこれは、元本の返済だって危ないかもしれない。ですから財産が少ないと、ね、債務を返済してくれないかもしれませんのでね。ですから債権者と呼ばれる人たち、まあ、人っていうか、まあ、銀行なんかも含めて債権者は元本を返してくれればいいわけです。だからとりあえず会社の中に財産が残っていればいいわけですね。どれだけお金儲かったかではなくて財産ですね、まあ、そっちの方が大事になります。で、まあ、国とか地方ですね、国とか地方はちゃんと税金払ってくれればいいわけですから、まあ、課税所得をちゃんと計算してますかと、適正にね。まあ、そんなことでいろいろと、まあ、他にもたくさん利害関係を持っている人います。先ほども言いました、例えば従業員ですね、従業員だって会社と利害関係を持ってますしね、まあ、本当にたくさんの人が会社と利害関係を持ってるんですが、まあ、主だったところを言えばこういう人たちが利害関係を持ってますよということなんですね。で、そのお互いの利害がぶつかるケースがある。で、これを調節してくれる、調整をかけてくれるのが財務会計ということですね。でちょっと次のページなんですが、より詳しい内容になっていきますが、はい、で次8ページ目ですね。で、企業を、まあ、巡る利害対立なんて書いてありますが、ですか、誰と誰が具体的にどんなことで利害がぶつかるかということをちょっと考えてほしいんですね。で、まず株主と経営者ですね、この2人の利害がぶつかる時があるんです。で、これは本当はぶつかっちゃいけないんですよ。だって株主が財産を経営者に委託してる感じですからね、お金を預けて、お金を、まあ、財産ですね、財産を預けて、で経営者が運用するわけですから、本来は利害がぶつかっちゃいけないんですけども、ぶつかっちゃうことがあるんですよ。例えばちょっと収録があるんで、固有名詞はちょっとなかなか言いにくい、まあ、褒めてることだったらいいんでしょうけど、ちょっと褒めてないので、ちょっと固有名詞出しにくいんですが、まあまあ皆さん知ってると思いますけど、自動車会社ですね、自動車会社の、まあ人ですね。で、例えばまあ元々経営者だったのか、ちょっと詳しい肩書きはちょっと分かりませんけどね、まあ元々経営者で、で、あの人のまあ経営スタイルとか、まあ経営方針ですかね、まあいろいろ問題あったのかもしれません。
ですから、例えば経営者ですね、そのある、自動車会社の経営者がいてですね、で会社に対して莫大な損害を与えてしまった。そうすると株主は怒っちゃうわけですね。ふざけるな、どうしてくれるんだと。この人が、ね、経営者がもう本当にいい加減な経営やって、自分の利益ばっかり、自分の報酬ですね、自分の報酬ばっかりで、経営者がですね、会社のことなんて実はあまり考えてなかった、会社のことなんかあまり考えてくれてなくて、自分の報酬ばっかりもらうことを中心に考えていた。ダメですよね。そんなことをやって結局会社に莫大な損害を与えてしまう。で株主は当然困るわけですね。株価も下がる、利益も少なくなるし、株価も下がるし、本当に株主たちは本当に困るというようなことでぶつかるケースがあるんです、株主と経営者って。ですから株主と経営者っていうのは本当はベクトルが一緒なので、同じ方向を向いてお互い頑張ろうってしなきゃいけない。ところが、まあ、中には自分の私利私欲というか、自分のお金を増やす、自分の報酬を増やすことに、目いっぱいの人がいるかもしれない経営者ですね、と株主が困っちゃう。そんなことで利害対立が起こり得ますよって絶対じゃないですよもちろんそんな経営者ばっかりだと大変になっちゃいますけど、まあ、利害対立が起こる可能性がある。でこれをなるべくなくしたいわけです。でちょっとその下ねちょっとこの辺少し読んでいきます。でこの辺は点線ですからね、そんなあの詳しく覚える必要ないですけどね。で、株主はということで株主は自己の資金の管理と運用を委託するんだと。お金を預けてね、お金を預けますよって。で他方経営者ですね、経営者はお金、預かったお金ですね、預かったお金を管理して運用する権限以上を受けて、株主のですか、この人株主の利益のために行動するですね。で株主の利益のために行動するわけですね。でこういう株主の利益のために経営者、まあ、取締役ですかね、取締役経営者は株主の利益のために行動しないといけない。つまり株主から財産預かってますからね、預かっているので、その預かった資金ですね、委託されたお金というものを誠実に管理して運用する責任を取らされるんですよ、誰がって経営者が。でこの責任のことを受託責任と言ってます。ちょっとこれマーカーつけておきますが、受託責任という責任なんですね。はい、ごめんなさい、ちょっとここはマーカー、ごめんなさい、これゴシックになっちゃってますが、これはあの別にゴシックじゃなくてもいいです。ただマーカーつけておいてください、ここですね。マーカーをつけておいてください。ですか。まず皆さんに覚えてほしいのは、この2人の利害対立を説明するときは受託責任、誰の責任か、経営者の責任です。経営者が負わされている責任なんですね。財産を受託しているものとしての責任を負わされるはずなんです。具体的には預かった財産を適切に管理、まあ、誠実に管理して運用するという責任を経営者負わされる。ところが経営者っていうのは中には変な人がいてですね、まあ、悪いというとちょっと言い方あれですが、悪い経営者がいて、経営者が受託責任を常に誠実に遂行すると限らず、株主の利益よりも自分の経営者としての利益、個人的な財産を増やすことに、もう血眼になっちゃっていて、個人的利益を優先させる恐れがあるだろう。ここに株主と利益のじゃなくて株主と経営者の利害対立があると。はい、ちょっとイラストで、補足しておくと、株主、お金をこの人に預けてます、経営者にお金を預けてる、預かった以上は、経営者は預かった以上は誠実に株主から預かっている財産を管理して運用する責任、いわゆる受託責任を負わされるんですね。ところがこの人が悪いやつでこの人が悪いやつで、自分の財産ばっかり、自分の利益ばっかりを優先させるということになる。じゃあこうならないように、この利害が対立しちゃってますね、この対立を生まないようにするにはどうすればいいかということで、その人ですね、
財務会計の利害調整機能ということで、この対立を生まないようにするためにはこの両者ですね、株主と経営者の利害対立を調整しないと、調整というのは要するに対立を生ませないようにするということですが、調整するための手段が財務会計であると。で、財務会計ということで外部に報告するための会計ですね。外部に報告する、つまり経営者ですね、経営者は事故が株主の利益に合致するように、だから本来はベクトルが同じ方向向いてないとおかしいわけですよ、経営者と株主というのは。お互いに会社のためにまあ頑張っていこうみたいなことになってないとまずいわけですね、経営者も株主も。で、利益が合致するように誠実に行動したことを伝達する手段として受託し、資金の管理運用の状況とその結果としての会計報告を行うと。要するに僕はちゃんと経営者ですね、経営者は株主からお金預かってますんで、これちゃんと運用して、それなりの成果ですね、それなりの成果を生みましたよということを報告しないといけないでしょうと。これが財務会計、要するに外部に報告しますね。ですから、経営者ですね、経営者が株主から預かっている財産ですね、株主から預かっている財産を適切に管理運用してしっかりとした結果を出したんだということを報告として行わないといけない。他方ですね、これ株主はその報告を受け取る側になるわけなんですが、株主は経営者による資金管理の誠実性と資金運用能力を会計報告に基づいて判断する。要するに株主はですね、株主は要するに報告を受ける側に立つわけですね、経営者が報告をしますね。その報告を受けて、あ、なるほど、あ、経営者頑張ってくれましたね、あれ1年間ありがとうございましたねということで、株主は報告を受け取る側になりますので、報告を受け取って経営者が1年間頑張ってくれて、でお金をちゃんと管理して運用して誠実な行動、誠実な態度で臨んでいたと。でこういうものを全て会計報告に基づいて判断することができるわけですね。だから財務会計というものが大事になりますよと。要するに外部に報告する、外部に報告をすればこういう対立は、まあ、ゼロとは言わないまでも、この対立をなくしていく方向で調整かけることができますよというわけですね。まあ、そうは言ってもなかなか対立しちゃうこともあるわけなんですが、この株主と経営者のこの対立ですね、この対立をなるべくなくしたい、そのためには外部に報告をする、誰がって、経営者が株主に報告するわけですね、会計報告をするわけです。で株主はその報告を受けて、経営者が誠実に1年間一生懸命職務を遂行してくれたんだということを判断できるわけなんで、そうすれば、まあ、お互いの利害がぶつかるということはあまり普通は考えにくいだろうと言ったわけで、ね、ですからお互いの利害がぶつからなくなるんじゃないかというとね、はい、で今度は次のページなんですが、今度は9ページ目で、実はこっちの対立の方が本当は大きいんですが、この株主と債権者の利害対立ということで、でこの2人はもう基本利害がぶつかるようにできてるんですよ、もうそういうふうに なってるんですね。でなんでこの2人はいつも利害がぶつかっちゃうのかということ、ちょっと一旦下がっていただいて、このイラストを使って先にまとめてしまうと、株主はやっぱり配当が欲しい、いわゆる利益から配当欲しいですね、多めにしてよと会社に頼むわけですね。ところが株主はですね、株主は利益に基づく配当ですね、利益に基づく配当を多めにしてねと会社の方に頼むんですが、ただだからといって会社がですね、どんどん配当したとお金なくなっちゃいます、会社のお金なくなっちゃいますんで、そうするとこの債権者ですね、まあ、ちょっと人のイラストになっちゃったんですが、まあ、銀行なんかでもいいです。例えば銀行が金貸しということでお金を貸すということで債権者なんですが、銀行としては債務をちゃんと弁済してほしいんですが、ということは一定量のお金は会社の中に取っておいてもらわないと困りますよって言ったよね。でここでもう基本利害がぶつかるようにできてるんですよ。株主はなるべく会社の財産でね、まあ、利益ですね、会社の利益として残っている財産ですね、この利益からお金をとにかくちょうだいと言ってるんですが、お金を出しちゃうと今度債務ですね、債務が弁済できなくなっちゃう可能性があるので、
この2人の利害というのは基本的にもぶつかるようにできています。改めて株主ですね株主はとにかくお金が欲しい、配当ですね。配当ってのは金銭でもらえますので、ね、金銭で受け取れますので、配当ということで金銭、たくさんの金銭を受け取りたい。でもそんなことやっちゃったら会社のお金なくなっちゃうんで、こっちが困るんですね。債務を弁済しようわけですね。資金は会社の中に留保しておいてほしいわけですから、はい。でこの利害の対立を生まないようにするためにはどうすればいいのかということで、はい、株主と債権者は共に企業に対する資金提供者である点では共通する。そうね。で、お金を提供してくれた。ただちょっと気をつけていただきたいのは、株主も債権者もどっちもお金を会社に出してくれます。ただし株主が出したお金というのは会社から見ると返済義務ないですから、後で返す必要ないんですね。ところが債権者が出してくれたお金というのは後で返さなきゃいけない、会社から見ると後で返さなきゃいけないお金、ね、そこはもう決定的に違いますから。ですから両方とも会社にお金を出してくれるんですが、株主が出したお金というのは後で返済する必要ないんですが、債権者が出したお金は後で返済しないといけないということですね。でちょっと上に戻りますが、お互い株主も債権者も資金を出してくれたという点では共通なんですね。でその資金提供の見返りとして取得する権利の内容ですね、これはいいです。こんなところは別にマーカーつける必要ないですが、権利の内容についてはお互い異なるということで、債権者の方が株主よりも法的に不利な立場に置かれている。あれそうかって思ってる人いるかもしれませんが、まあ、ここではこういう説明しちゃうんですが、債権者の方が株主よりも法的に不利、これどういうことかというと、まず株主です。株主は株主総会を開いて議決権を行使することができるんですね。要するに経営に加わる、まあ、参加することができる、いわゆる経営参与権というものが与えられてるんですね。で業績に応じてたくさん配当くださいねと、あるいは社内に財産を取ってますんでね、その持ち分を取得する。ところが債権者っていうのは株主総会に出席できませんので、経営参与権を持ってないんですね、債権者って。で、まあ、利息は受け取ることができる。例えば銀行みたいな金貸しですね、金貸しをやってるようなところは利息を受け取れるんですが、まあ、この金額は普通固定されてます。ということで、まあ、やっぱり株主の方が立場として強いって考えてるんですよ。で、このように株主と債権者の法的地位に差がある状況の中で、株主が企業価値を低下させて企業の存続を危うくさせるような多額の分配を決議してしまうと。要するに株主総会ですね。株主総会を開いてたくさん財産くれと会社に要求するわけですね。で、結構中に怖い人たちがいたりする。株主ですね。そうすると株主の人たちは株主総会において会社に対してたくさんお金、利益の配当ですね、分配してくださいと。でそんなことやっちゃうと会社の財産がなくなっちゃうので、企業の価値が下がって企業の存続が危うくなる。でこれはこっちの人の立場で考える、債権者の立場で考えると不当に著しく害されていると、まあ、権利がですね、要するにお金を返してもらわないといけない債権者はですね、その権利が、まあ、不当に著しく害されることになる。でそこで利害対立が起こっちゃう。でこれをじゃあどうやってなくすかということですが、ごめんなさい、これもご宿題じゃなくてよかったですね、すみません。ここちょっとマーカーつけておいてくださいね。財務会計の利害調整機能ということで、この両者というのはこの2人です。この2人の利害調整を、利害対立を調整するための手段が財務会計、すなわち分配可能な、まあ、限度額みたいなことですけどね、分配可能額を財務諸表を使って計算するんです。つまりどこまでだったら分配可能なのかと線を引いちゃうんですよ、財務諸表の中で。ここまでは分配できる、逆に言うとこれ以上は分配できないということで、ここまでのお金は分配していいけれどもこれ以上は分配できませんよということで線を引いちゃうんですね、分配可能な金額で。そうすることによって無秩序にですね、どん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 会社の外に配当という形でお金が出ていっちゃうことを防ごうとしているんですね。
こんなことをやっちゃったら、例えば株主が怖い、株主が怖い人たちばっかりで、また配当くれ、また配当くれなんて言われて、また分かりました、じゃあ配当します、配当します、こんな風にどん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 配当されちゃったら会社の財産なくなっちゃうので、配当の流出に歯止めをかける必要があるわけですね。でそれはどうするかというと、ここまでは分配していいけれども、これ以上は分配できませんよって分配可能な金額を決めちゃうんですよ。そうすることによって無駄にお金が出ていくことを防ぐということで、一応この2人が対立しないようにしているということですね。はい、この辺のところ一通りアンダーラインは、点線ですね。点線の部分はそこまで神経質に覚える必要ないです。軽くというかですね、ざっと見ておいていただいて、はい、ではですね次のページになりますね。今度は10ページ目なんですが財務会計の機能のパート2ということで、2つ目の機能なんですが、2つ目は情報提供するというですね。で情報提供するということで、これは情報提供機能ということで、投資者で この辺がですね、投資家ではなくて投資者という言葉を使ったりするんですが、あまりこの区別をつけなくていいです。投資家とか投資者ですね、投資家あるいは投資者に対して証券投資の意思決定に役立つ情報提供をすることによって、投資者を保護する、そして証券市場がその機能を円滑に遂行できるようにするという機能である。でちょっとその下この括弧に長い、これはやらなくていいので、一番かっこいいですね。でちょっともう一回ここだけちょっと覚えておいてください。情報提供機能ということで、投資者に対して証券投資の意思決定ですよですか。でこれからの会計学の授業の中で、意思決定って言葉、よく出てきます。で特に断り書きがなけ断らなければ、通常意思決定に役に立つとか、そういう言葉でこう意思決定って言葉が、結構たくさん出てくるんですが、意思決定って言葉を使うときは通常はこれです。証券投資の意思決定ということですね。要するに株を買うとか買わないとかってことですね。株式を買うとか買わないとかの証券投資の意思決定のことを普通は言っています。でこの意思決定に対してですね、に役立つ情報を提供することによって投資家を保護する、投資者を保護するですか。よく、これも使ったり、よく会計学では使うんですが、投資家保護、投資者という言葉ここでは使ってますが、投資者を保護する、保護っていうのは危ないっていう、そういうふうに守るという意味ではないですね。投資者を保護するというのは、そういう意味の、なんかこう身体的に肉体的にこうブロックしてあげる、守ってあげるという、そういう保護ではなくて、先ほど言いました、我々投資家、投資者が証券投資をするときに意思決定するんですが、それをきちんとした情報を流す、きちんとしたですね、きちんとした情報を流すということによって投資家を保護するということですね。投資家を保護するということになります。でもしですよ、もし嘘の情報が流れちゃったら嘘の情報が流れたら莫大な損害を被る人が出てきます。マジか、これ嘘だったのか、デタラメだったのか、マジかよ、莫大な損害を被る投資家が出てきちゃうんですね。でそんなことをやられちゃうと、株の売買でね、株の売買の信頼性が揺らぐんですよ。ですから株の売買をする人がいなくなっちゃいますから、そんなことばかりだったらですね、またデタラメそんな情報ばっかりが流されちゃったら、誰も株の売買なんかやる人いなくなっちゃいます。ですからそうならないように証券投資の意思決定に役に立つ情報をきちんと提供するという意味で投資家を保護する、そうすることによって証券市場が円滑に機能するんだ。要するに、マーケットですね、マーケットの中で、基本的に売買が行われますので、安心して株の売買をやってくださいねと、安心していいんですよと、証券市場でその機能が円滑に遂行できるようにするという機能を財務会計は持っていると。要するに財務会計というのは外部の人に、外部の利害関係者です、外部の利害関係者に情報を流すわけですね。これは財務会計です。その機能の一つですね、財務会計の機能の一つとして情報提供機能という機能があるんです。
情報提供機能というのは、今お話をしたその証券市場の中で円滑に株の売買ができるようにきちんとした情報を提供するという機能を持つんだということですね。で、その下はやらなくていいですけどね、ちょっとこの産業、これもやっぱ転戦ですから、転戦ですから、あのこのまあ、とはということなので、これとはっていうのは本来定義なんですが、まあ、定義は本当は正確に覚えてほしいんですが、この辺はそこまで神経質に正確に覚える必要はないです。まあ、数回程度繰り返すですが、今日の冒頭でも言ったんです、覚え、どうしてもこうなかなかこんな文章一回読んだだけじゃ覚えられないと思いますよ。私だってそうですが、これあの私今こうやってもう皆さんにもう20年ですかね、もう皆さんにいろいろ説明してますが、こんなの一回で一回読んで全部覚えられる、そんなも無理ですからね。なかなかそんな、こんな文章ですね。情報提供機能とは、投資者に対して証券投資の意思決定に役立つ情報を提供することにより投資者を保護し、もうこの辺でよくわからないなと、証券市場がその機能を円滑に遂行できるようにするという機能である。なんかまあぼんやりという感じですね。一回読んだぐらいじゃ覚えないですよ、人間は。私だけじゃない、皆さんだってそうだと思います。だからこそ繰り返すということが必要です。ただこの部分はそこまで神経質に覚える必要はないですけどね、あの多少、あの崩した表現でも構わないです、この辺は。はい、まあ、それより中身の方ちょっと、まあ、多少ここが自分の表現入ってもまあいいですから、情報提供機能ということで、情報提供機能をちょっと覚えておいてください。はい、では下がっていただいて、制度会計、この辺はいいです。で、制度会計ということで、この辺皆さんに問題に問うことはまず 99.9% ないんですから、ただ制度会計は制度に基づく会計で、制度っていうのは本来は法律ということで、今日勉強した最初3つ法律があるということぐらいは少し覚えておいてください。3つの法律ですね、3つの法律に基づいてやるということですね。で、この辺はいいですが、ちょっとその次ですね、11ページ目で、制度会計、要するにルールに基づいた法律ですね、3つの法律があるんですが、会計に関連して、で、その、まあ、制度に基づく会計なんですね。で、制度会計の目的と特性ということで、まあ、目的と特性ですね。で、この辺ちょっと気をつけてほしいのは、目的って書いてありますが、こっちが特性ですね、特性ということですね。あの制度会計の目的について答えなさいって書いてあるのに、特性答えたってダメですよ。先生、ちょっとぐらい点数ちょうだいって、点数上げられないです。これ、先生、これ、中身違ってますよって言われちゃいます。制度会計の目的って問題で聞かれたらこの内容。で、制度会計の特性って聞かれたらこの内容、分けて書かないとダメですけどね。会計学は、ここの、まあ、タイトルというかですね、この辺の言葉がそのまま問題になっちゃうケースも結構あります。例えば制度会計の特性について答えなさい、本当に問題の与え方、本当は単純と言ったら怒られちゃいますけどね、制度会計の特性について答えなさいみたいな形で問題の与え方はごくごくシンプルなケースがやっぱりあります。はい、ですからちょっとあの上に戻っちゃいますが、制度会計の目的ということで、目的ですね、この辺の、まあ、なんていうの、まあ、タイトルというか、この辺のところからまず意識して下を読むようにしてほしいんですが、まあ、特にこれ下線つけてますのでね、まあ、多少自分の言葉でもまあここはいいですけどね、あのこういう下線がついているところはこのタイトルも含めて少し意識しておいてください。で、制度会計の目的、制度会計って何だったのか、要するにルールに基づいた会計です。ルールに基づいた会計なんですね。で、ということはほぼほぼ財務会計と同じです。要するに外部に報告する会計なんですね。大体それと同じなんですが、で、制度会計の目的とするところ、まあ、3つですね、目的があるんですが、1つがまず分配可能額を算定する。はい、ここちょっとマーカーつけておきましょう。分配可能額ですか。で、これさっき言ったように株主と債権者ですね、株主と債権者って基本利害がぶつかっちゃうんですよ。ですから株主と債権者とお互い利害がぶつかっちゃうので、ぶつからないようにするために、ここまでだったら分配していいですよ、でもこれ以上は分配しちゃダメですよ、分配可能な金額、まあ限度額って言ったりすることもあるんですが、分配可能な限度額を決めておきますよというね。で、あとは2つ目で収益力、これはどちらでもいいです、収益力を適正に表示をするということね、これもちょっとマーカーつけちゃいますが、
まあ、この辺は表現こだわりません。 どっちでもいいです。営業利益、業績の利益ですね、まあ、収益力を覚えやすい方で、覚えやすい方でいいですからね。収益力を適正に表示をすると。で、3つ目なんですが、これは経営者ですね。先ほど言いました受託責任、先ほどもマーカーつけたかなと思うんですが、受託責任というものをですね、明らかにすると、ね、経営者の受託責任ですね。はい、ここまで覚えておいてください。これが財務会計、制度会計ですね、制度会計の目的ですね、目的ということね。で、続いて制度会計の特性ですね、特性で、これもまあ上と同じように3つあるわけなんですね。制度会計の特性なんですが、で、上述の目的を達成するために制度会計は1、制度会計規範に基づく会計行為の遂行を立証するための証拠力または抗弁力を重視する検証可能性、まあ難しいですね。で、ごめんなさい、これゴシック体にしてるんですが、ゴシックじゃなくていいですね。ちょっとこれマーカー入れといてください。一つは検証可能性ね、検証可能性、ここちょっとマーカーつけておいてください。要するに、何かやっぱりトラブルになった時に、ちょっと後からですね、ちょっと証拠資料を出してください。例えば税務署の方からですね、税務署の方から後からその証拠資料を出してくださいと。例えば お宅の会社取引をしたって言ってますけど、取引をしたのであればレシートが何かありますよねって、そんな感じです。ですから、で、会社の方は、いや、ちょっと待ってください、税務署の人たち、うちは何もその 不正なんか、その脱税なんかしてませんよと。やっぱ対抗していかないといけないので、対抗するためには証拠になる書類を取っとかなきゃいけないんですね。ですから、制度会計というもので、まあ、特性の一つなんですが、制度会計の特性の一つで、例えば税務署から例えばその税金の支払いにうんぬんかんぬんについて後からいろいろ説明を求められちゃうことがあるわけなんですが、その時に、いや、うちは脱税なんかしてませんよと抗弁、まあ、対抗していかないといけない。そのためには例えばレシートみたいな証拠資料を取っとかないといけないので、後で検証できる資料というものを取っとかないといけない。これが制度会計の特性の一つなんですね。これを検証可能性という言葉を使います。後で検証できるような資料というものを取っておかないとダメですよというとね、はい、で、次2つ目なんですが、利益をまあ分配するんですけどね、利益分配目的のための支払い財源、また企業は税金を負担するための能力である単税力を重視する財務安全性ということで、まあこれどっちでもいいんですが、安全性、まあ保守、ここはちょっと全部ですね、ごめんなさい、これも保守太字じゃなくてよかったですね、すみません、ここも先にちょっとアンダーラインつけちゃいますが、すみません、ここはゴシックじゃなくてよかったですね、すみません、マーカーだけ先にちょっとつけておいてください。財務安全性ですね、制度だけ実行可能性ですね。はい、で、これはちょっと次回になるかと思います。保守的、保守主義という言葉ですね。これ次回の講義の中で扱ってくるんですが、まあ、保守主義という言葉と安全という言葉、まあ、財務安全という言葉は同じ意味として理解してもらって構わないんですが、政府ですね、政府に税金を納めるんですが、税金を納めるときは金銭なんですね。で、利益を、まあ、利益の一部を配当するんですが、配当も金銭なんです。基本的に配当とか税金は原則は金銭で払うことになるんですね、会社は。で、そのためのお金は会社の中に取ってなきゃダメですよって言ってるね。ですから財務安全性ということで利益の分配を行います。利益の一部は分配します。で、分配目的、それから税金だって払いますんで、企業が税金払う。で、これらは基本は金銭で払うんですね。金銭で払う。で、金銭で払うんですが、その金銭で払うといってもお金がなかったらダメですから、ですからお金が手元に準備できてないとダメ、そういう意味で安全な経営をしておかないとダメだと、まあ、これは保守的という言葉にもなるんですが、お金ですね、一定のお金は会社の中に取ってないと利益として配当できませんし、税金だって払うことができないわけなんで、まあ、そういう意味で一定量のお金というのは会社の中に取っておかなきゃダメですよという意味で、安全に財務ですね、財務安全性というふうにまあ表現します。
まあ、これも制度会計の特性の一つですね。制度会計の特性の一つとして安全にお金財産を会社の中に取っておく、まあ、必要はあると、まあ、いうことですね。だと制度会計の、3つ目で制度会計の円滑な成功を図るために制度的実行可能性という特性を有するということなんですが、あの制度会計は実行可能性がないとダメだと言われてるんですね。例えばまただいぶ先でやりますが、会社が持ってる土地ですね。よく会計のことを知らない人たちがなんで土地は時価で評価しないんですかって、時価で評価しないんですが、時価で評価しないんですかって簡単に言いますけど、土地を時価で評価するできるんですかってことですよ。逆にできますか、土地を時価で、あの一区画っていうんですかね、一個ぐらいだったらできますよ。どれだけの土地があるか、この日本という会社、日本という国の中に。会社が持ってる土地ですよ。会社が持ってる土地をもし本当に時価で評価しなきゃいけないなんて形になっちゃったら、不動産鑑定士が何百人いたと何千人いたって足りなくなっちゃいますよ。ですから土地を時価で評価すべきなんだという人がいます。でも時価で評価する土地はですね、まあ、実際時価で評価しないんですが、時価で評価するって言ったってそんなこと実行できますかと。会社が持ってる土地ですよ。会社が持ってる土地一個一個全部時価で評価できますかと。実行できないでしょと。だから制度的に、まあですね、自己可能性というんですが、制度会計の特性の一つとして絵に描いた餅ではなくてちゃんと実行できる部分でないとダメなんだと言ってるんですね。これが制度会計の特性だということになりますね。まあ、一つ覚えておいてください、はい、ではですね、ユニット3はここまでになります、はい、ではですね、一旦ブレイクタイムを挟んで今日最後ですね、ユニット4の方に移っていきたいと思います。ではちょっとブレイクタイムを取りたいと思います。はい、では引き続いてユニット4に移ります。ではですね、ちょっとプレゼンターに切り替えますが、その下に移っていただいて、制度会計トライアングル体制ということで、まあ、ここはいいかなと思いますが、あの改めて制度会計というのは制度に基づいた会計で、制度っていうのは基本的に法律で、その法律は3つあるということで、この3つ、実はこの3つの法律がお互いに関連することがあるんですよ。で、金融商品取引法の、まあ、会計とですね、税法と、まあ、会社法の会計と税法の会計で、この3つの法律があるんで、まあ、いわゆるトライアングルと三角形を作るような、まあ、トライアングル体制というんですけどね。ただ先ほども言いました、まあ、鑑定士の試験を突破するということで考えれば、金融商品取引法会計ですね、もうほとんどこれだけやればいいです。ただ一応まあちょっと部分的な会社法も出てくることがあるんですが、まあ、税法はほとんど出ません、はい。で、会社法会計ですね。でもうちょっと次のページでいいです、次のページなんですが12ページ目ですね。で金融商品取引法会計ですね。で、あの金融商品取引法会計で皆さんが、まあ、次回以降ですね、まだずっと会計続くんですが、基本的にはこの金融商品取引法に基づく会計、皆さんが勉強することになります。そこでちょっとその下なんですが、金融商品取引法ということで、まあ、この法律ですね、まあ、従来は証券取引法と言ってたんですが、この金融商品取引法の、まあ、なんていうでしょう、立法趣旨とでも言うんでしょうかね。この部分はちょっと覚えておいた方がいいかなと思います。で、ちょっと読んでいきます。金融商品取引法は国民経済の適切な運営と投資者保護に資するため、有価証券の発行及び売買その他の取引を公正にし、かつ有価証券の流通を円滑にすることを目的としている。で、本当はこの部分は実践にしたかったんですね。でそこで、まあ、法律に書いてある、まあ、基準通りみたいな文言なんで、ただ本当は僕はなるべく、まあ、その通りに覚えてほしいなという文章なんですが、たださすがに金融商品取引法の目的ですね、目的をそのまま書きなさいっていう問題自体は、まあ、可能性としては全然なくはないんですけどね、ちょっと可能性は他と比べると低いかなということなんで転線にしちゃったんですが、できれば実践に近い転線です。これは、金融商品取引法はということで、まあ、目的なんですけどね。で金融商品取引法の目的ということで、できればこれは、まあ、実践に近い転生なんですが、国民経済の適切な運営と、ね、投資者保護、特にこっちですね、投資者保護というものを考えるということですね。
に資するため有価証券の発行ですね、まあ、株なんかを発行しますので、それから当然株の売買ですね、他の取引を公正にし、かつ有価証券の流通を円滑にするということで、改めて最後に金融商品取引法は基本は、まあ、国民経済の適切な運営という言葉もありますが、国民経済の適切な運営と投資者保護、ここですね、特に株主ですね、株主を保護するということが中心になりますですかね。でやっぱり株の売買が円滑にできないと経済全体がもう破綻してっちゃいますから、ですから株の売買ですね、株の売買がちゃんと、公正に行われる、これができなかったら国民経済は全然破綻の道をたどることになっちゃいますから、国民経済の適切な運営と投資者保護に資するために有価証券の発行および売買、その他の取引を公正にし、かつ有価証券の流通を円滑にするということを目的にしてこの法律が作られているということですね、はい、で皆さんが勉強するのはこの金融商品取引法という法律に基づいた会計なんですね、はい、で税法会計いらない、これは やらなくていい。でちょっとその下なんですが、表形式の形で金融商品取引法で繰り返しになりますが、皆さん勉強するのはここです。金融商品取引法で先ほどマーカーつけましたが、投資者保護、まあ、投資家でもいいです、投資者保護が中心です。でこっちはあんまり勉強する機会がないんですが、たまにですね、会社法に基づく会計で、会社法に基づく会計は視点がちょっと違います。これは投資者保護ではなく債権者保護という感じです。で債権者、要するにお金を貸してくれた人、銀行なんかの金貸しですね、この人たちを守るということを想定したものが会社法なんですね。でもう一回戻っちゃいますが、金融商品取引法の場合には投資者保護になります。投資家ですね。ただこの投資家っていうのは今現在株を持っている人だけではなく、将来株を買ってみたいなと思っているような潜在的な株主といったりするんですが、その人も含めて保護するということを考えています。で特に上場企業なんかの場合には損益の状況などということで、損益ですねそれから財産なんかもそうなんですが、正確に公表して伝えるということになりますね。でそのことが一般的な投資家の保護につながるということで、企業ですね、企業は株主ということで株主に対して、まあ、正確に情報を伝える。でそのことによってこの株主を保護しようとということですね。でこれでもって株式の発行だとか売買が円滑に行われるということですね。ですから情報の中身について言うと、投資家ですね、この株主なんですが、株主が株の売買する時の意思決定に役に立つような情報を流すというのがこっちなんです、金融商品取引を。それに対して右サイドなんですが、会社法会計の方はどっちかというと債権者の方を考えているということですね。例えば銀行の立場を考えてお金を貸してくれたりしたんですね。でその下に移りますが、債務弁済能力ということで、銀行の立場に立って考えると本当にお金を返してくれるかどうかに興味が関心がありますから、債務を弁済してくれるのかどうかという、そういう視点での会計を考えるんですね。でちょっと次のページですが、で計算構造ということで、この辺はいいかなと思うんですが、事態改善のために計算構造、事態改善のための計算構造ということで、まあ、当期のですね、財政状態や経営成績を適正に表示するために会計を行うということになります。で、ごめんなさい、ちょっとこれもうちょっとですね、1行上げた方が良かったかもしれませんが、これがまあちょっとタイトルみたいな形になります。実態開示のための計算構造ですよ。そしてその中身ですね、実態を開示する、まあ、実態開示のための計算構造で、中身としてはということで、その下なんですが、当期の財政状態経営成績なんかを適正に表示をするということで、これが実態開示になりますね。でちょっと右なんですが、右が会社法です。で会社法の場合には分配可能利益を計算すると。で会社法は避けた銀行なんかのいわゆる債権者ですね、債権者を守りたいという気持ちがあるので、ここまでは分配していいけれども、これ以上は分配しちゃダメですよという、そこのラインを決めてるんですね、会社法は。ですから分配可能な利益、あるいは分配可能な、まあ、限度額みたいな分配可能な利益、あるいは分配できない利益ですね、ここまでは分配できる
でもこれ以上は分配できないみたいな、その分配可能な、まあ、限度額みたいなものの計算をするのが会社法なんですね。たくさん分配しちゃったらお金なくなっちゃいます、会社としては。そうすると銀行にお金を返すんですが、お金を返すときにお金が、そのお金が手元にないという可能性が出てきちゃいますからね。ですからそうならないように分配可能利益というものを計算しないといけないと。で、処理規定なんですが、左の方ですね、金融商品取引法なんですが、これ次回やりますが、金融商品取引法のという法律ですね、これは法律なんですが、この法律にと関連があるルールが、会計に関するルールブックみたいなものがあるんですが、これが企業会計原則と呼ばれているものなんですね、まあ、仲介も含めて。まあ、仲介ってちょっと最後お尻の部分にちょっと注釈規定があるんですが、この企業会計原則、これ本屋さんにも売ってます。普通に本屋さんに行くと会計の多分コーナーにあると思うんですが、企業会計原則って結構分厚いですよ。で、この企業会計原則、まあ、仲介も含めて、これは、金融商品取引法ですね、金融商品取引法という法律と関連するルールブックみたいな形になるんです。企業会計はこうあるべきだみたいな、こうしなきゃいけませんよという。ただ企業会計原則自体は、これ次回やりますが、企業会計原則自体は法律ではありませんからね、別にこれに違反したからといって、捕まるとかっていうことではないわけです。法律じゃないから、これは企業会計原則、これはあくまでも金融商品取引法と関係があるような会計なんですね。関係があります。で、会社法の場合にはちょっと違います。会社法施行規則があるんですね。で、ここはいいです。で、あとは、表示ですね。表示規定ということで、あの企業会計原則仲介、ここにも表示規定があるんですが、詳しい表示規定が財務諸表等規則になります。ここが財務諸表ですね、まあ、書類の束なんですが、書類の束を作る時の表示ですね、表示のも大事になってくるんですが、表示に関するルールを決めているのが、詳しいルールを決めているものがこの財務諸表等規則になるんですね。はい、ということで、次回以降がこの企業会計原則の中身に移っている行くんですが、企業会計原則っていうのは、まあ、仲介も含めてたくさんのルールが書かれています。まあ、原則ですね、こういうふうなことをしなきゃダメです、こういう時はこうしてくださいねとかっていう。で、企業会計原則という、まあ、一つのルールブックみたいなものがあるんですが、で、このルールブックというものはもともと金融商品取引法と関係があると、まあ、いうことなんですね。で、この企業会計、これ次回ですね、次回やりますが、企業会計原則は日本の中に昔からあるんですよ。これ結構分厚い本ですね。で、この、まあ、ルールブックというか、企業会計原則というものが昔から日本にはあって、で、これと関連する法律が金融商品取引法というものが、これと関連するんです。金融商品取引法ですね。で、表示に関しては、財務諸表等規則というものがあって、表示に関しては細かいルールはここに書いてありますよということね、表示規定として、まあ、そういうものがあると、まあ、いうことですね。はい、まあ、ちょっと次回以降またお話をしていきます。はい、で、あとはですね、ちょっと今日残り15、6分ですかね、会計公順ということをお話をしていきますが、会計公順ね、ちょっとそのまま下がっていただいて、あの会計というのは公順、まあ、会計原則手続きということで、下から上に上がるにつれてだんだん具体性を持つんですね。で、会計公順は逆に言うとものすごく抽象的です。要するにこれが全体が会計の中身だとすると、会計というものを一番基礎になって支えているものが会計公順で、さらにそれを具体化したものが会計原則、もっと具体化したものが手続きになってくるんですね。例えば、まあ、この後説明しますが、会計公順の一つに継続企業の公順ってあるんですね。で、継続企業の公順ということで、これはもう当たり前のことなんですね。もう基本的な前提なんです。で、これに基づいて費用配分というものの原則が決められて、で、それに基づいて減価償却という手続きが決められる。だんだん下から上に行くと具体性を持ってくるという内容なんですね。ただその辺はいいです、ごめんなさい、ちょっと今理解する必要ないですね。ただとりあえず今日最後に会計公順というのを説明するんですが、会計公順というのはこの全体の会計というものを一番下で基礎になって土台として支えているようなものだぐらいの、ちょっととりあえずはイメージで考えていただいて、はい、その下ですね、
ここは覚えてください。実践部分になります。会計公順とはということで、これは短い文章ですしね、これぐらいはちゃんと正確に覚えてほしいんですが、会計公順とは、要するにここですね、会計公順ということで、これは企業会計が制度として存続する、ね、成立するための基礎的前提ですね、ないし過程を。です当たり前のことなんですよ。 会計が制度として成立するために。で、3つあるわけです。具体的には会計公順って3つの種類に分けられる、 内容から構成されるんですが、企業自体、継続企業および貨幣的評価ですね。はい、ということで、ごめんなさい、ちょっとここはゴシックじゃなくてよかったですね。まあ、とりあえず次のページでこの3つの中身について、内容について説明しますので、会計公順ということで、会計公順は企業会計が制度として成立するための基礎的前提なんだということですね。で、中身は3つあるわけです。で、ちょっと、次のページ移っていきます。すみません、ちょっとここは普通の太字で、線で、すみません、ゴシックじゃなくていいですね。企業会計は一般に企業実態の公順、継続企業の公順、および貨幣的評価の公順と、まあ、3つあるわけです。で、ちょっと次のページなんですが、で、14ページ目で、まず1つ目なんですが、企業自体の公順ということですね。で、これ会計公順の1つなんですが、会計公順というのは先ほど言ったように、会計というものが成り立つための基礎的前提なんです。要するに当たり前のことなんですよ。だから先生、なんかバカバカしいじゃないですかって言われちゃうとあれなんですが、もうそもそもが会計というものが制度として成立するための当たり前の基礎的な前提が、まあ、3つあるわけですね。その1つが企業自体の公順なんですが、企業自体の公順ということで、会計、企業会計上、企業という経済主体をその所有主とは別個、独立のものと見る考え方。どういうことかというと、ちょっとそれ、まず先にちょっとイラストで整理しておくと、まず企業実態の公順ということで、まず企業の所有者、特に実質的な所有者ですね、これ株主なんです。なんで実質的って言葉を使うのかということなんですが、形の上ではというか、まあ法律だよね、法律ではこの企業というのは法人格ということで、自分で名前を持っていて、自分で権利義務の主体になれるんですね。てかなるんですね。だから会社が訴えられるってことになっちゃうんですよ。でも企業というのは確かに法人格があって、名前があって、権利義務の帰属主体になるんですけれども、だから会社っていうのは本来は誰のものでもないんです。誰のものでもないんですけれども、でも株主がいなかったらそもそも会社できませんの、会社の経営できませんから、株主が実質的な意味でやっぱりオーナーだろうと考えてるんですね、所有者。ですから、まあ、法律的な観点から言うと、会社っていうのは誰の所有物でもない、要するに自分自身として独立してるわけです。ところが、まあ、そうはそうなんだけれども、実質的な意味で所有者になるのは株主だろうと、株主がいなかったら会社の経営できないんで、で本来はその実質的な意味のオーナーですね、株主がいて、あと会社という存在があるわけですね。でこれを切り離すというのが実態の、企業自体の公順だと言われてるんですね。でお互いの立場を切り離して、企業というものを別個独立した、つまり独立というのは株主からという所有者ですね、実質的な所有者から独立した存在としてここを捉えていこう。だからちょっとこっちずらしちゃいますが、要するにこう、こうしちゃうんです。ここをつなげないんですね、株主と企業とね。株主は実質的な所有者なんだけれども、そうなんだけれども、ちょっとここ切り離しちゃって、もうここだけで見ちゃいましょうねって言ってるわけです。だから企業実態の公順ということで、例えばソニーはソニー、日立は日立、シャープ、トヨタ、日産、例えばトヨタの土地とかっていう、いうことね、トヨタの土地とかトヨタの建物とかって、要するに企業の財産って言葉が表現として通じるわけですね。それは企業の例えば資産、あるいは企業の負債でもいいんですが、企業の資産、例えばトヨタの資産とかトヨタの負債という表現が成り立つんですね。でなぜ成り立つかというと、それはここと切り離してるから、要するに本来は実質的なオーナーは株主なんですね。だからこの会社の実質的なオーナーってこの人がいるわけです。でももう切り離しちゃいましょうと、実態を
この企業というもの、企業実態の更新ということで切り離しちゃうんで、ここを別個独立した、要するに株主とは別個独立で存在として切り離しちゃうんで、企業の資産とか企業の負債とか、まあ、企業の純資産とか、普段我々日常的にそういう言葉を使いますよね。例えばトヨタの資産はいくらとかって、だその先生当たり前じゃないですか。その今全部当たり前のことを説明しているんですが、会計工順ですね、基礎的な前提なんです。要するに当たり前の会計が制度として当たり前のように成り立つための前提なんですね。ということでちょっと上に戻りますが、企業自体の更新ということで、内容としては、企業自体の更新から企業の、例えばトヨタですね、トヨタの資産とかトヨタの負債とか資本とかですね、まあいろんなそういう表現自体が成り立つんだということですね。で、すなわちということで、その下ですね、企業自体の更新とは会計において計算を行うためには、その前提として会計の対象を特定の個別経済主体に限定しなければいけないという更新であると、まあ、いうことですね。要するに特定の、例えばトヨタですね、トヨタっていう特定の個別経済主体に限定して考えますよっていうね。で、2つ目の会計更新なんですが、その下、継続企業の更新ということですね。継続企業の更新、まあ、これもですね、まあ、ちょっと、点線になってますけど、まあ、なるべく正確に覚えてほしいんですが、継続企業の更新とは、企業が継続しないという反証がない限り、会計上の評価や処理は全て解散や清算を前提としない継続企業という立場から行われると。もう明らかに会社が継続しないということが分かっちゃったと、例えばもう会社構成法というものが適用されて、もう会社がもうなくなりますよと、会社もこの後ですね、もうこの後すぐに会社が整理されていっちゃいますよということがあれば別なんですが、そういう特別な状況がなければ、つまり企業が継続しないという反証がない限り、基本的に会計を考える、会計というものを考えるときは、すべて解散や清算を前提としない継続企業というものを前提に会計考えているんです。要するに会社って、例えばレックでもそうなんですが、レックはずっとこれから会社、解散だとか清算しないと、解散清算しないということで、ずっとこれから会社として存続をするということを前提に会計って考えるんです。これが継続企業の向上なんですね。まあそれこそ半永久的にと、半永久的にずっと会社が続きますよっていうことを前提に会計を考えます。でちょっと次のページなんですが、もう少し掘り下げて内容なんですね。15ページ目ですね、はい。で、継続企業の工事によると、企業が永遠に継続すると仮定されるため、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況を明らかにするには、期間を区切って会計計算を行わざるを得ないと。したがって継続企業の工事は人為的に区切られた、人為的に区切られた会計期間ごとの損益計算を行うための前提であるとも言える。どういうことかというと、ちょっとその下ですね、継続企業の更新だと、継続企業の更新というものを考えると、企業というのはずっと半永久的に、永続的にずっと活動続いちゃうんですね。そうすると一つちょっと困ったことに、いつになったら報告してくれるのかって問題が出てきちゃうんですよ。ですから財務会計ですね、財務会計は外部に報告するわけですから、外部に報告するということは、どこかのタイミングで報告をしてくれないと困るんですね。あと継続企業の更新ということになってしまうと、継続企業の更新はだと、企業の活動はずっと半永久的に続くということになってしまうので、したがってここです、人為的にどこかで一旦強制終了をかけて会計期間をストップさせないといけない、これが決算と呼ばれている手続きになるんですね。ですからここですね、例えば3月決算であれば、4月の1日から3月の末ですね、ここの決算ですね、ここで一旦人為的に区切っちゃうんですよ。でここで区切って、本当はこの後も続きますよ、会社は続くんですが、ここで一旦人為的に区切って決算やって、この活動ですね、この1年間の活動結果というものを外部の人に報告をしないといけないという形になるんですね。ですからちょっと上に戻りますが、この継続企業の更新、継続企業の更新というものに基づいて人為的に区切る必要があるわけです。でないとずっと会社続いてちゃうから、
いつまでも報告できなくなっちゃう。いつまでも報告できなくなっちゃいますので、どこかのタイミングで人為的に区切る必要があるということですね。はい、まあ、要するに決算ですね。会社としては決算をやらなければいけないということになるんですね。では、まあ、今日これが最後になるかなと思います。貨幣的評価の好循ということで、3つ目の会計好循ですね。貨幣的評価の好循ということで、ちょっと読んでいきますが、企業会計における測定尺度として、一般に貨幣数値が用いられるという前提であると。まあ、還元すれば、企業が会計行為、すなわち記録測定、伝達行為を行う、伝達を行う際に貨幣を尺度として用いるということであると。ということですね。つまり測定尺度として一般に貨幣数値が用いられる。例えば土地ですね。会社が持ってる土地を評価するときは、例えば土地なんで、ちょっとあの皆さんのご専門なんですが、何平米とか、なんかいろんな、なんでしょうね、いろんな測定尺度ってあると思うんですが、会社が持ってる土地を評価するとき、会計上です。会計上評価するときは、すべていくらということです。金額で評価をするんです。貨幣で評価するんです。ですから貨幣数値で評価をしていくということですね。測定していくんです。測定して評価、まあ、評価して、いくということですね。で、会計というものはまず記録して測定して、で外部の利害関係者の人たちに情報として伝達をしていかないといけないんですが、全て基本的には貨幣というものでもって、行われるということになるわけですね。ですから例えば土地でも建物でもそうなんですが、例えば土地を測定する、建物を測定する時の尺度ですね。尺度っていうのはいろいろあるのかもしれませんが、会計上はいくらと何円ですね。何円という金額でしか評価しないというか、貨幣でしか評価しません。でこれを貨幣的評価の好循と言われてるんですね。まあ、これも当たり前っちゃ当たり前なんですけどね。貨幣的評価の好循ということで覚えておいてください。すべて会計というのはもう貨幣で、測定されますね。評価されて測定されます。で、もうちょっと掘り下げると内容ということで、貨幣的評価の公示によれば、貨幣で、測定されない事象に関しては会計上ですね、認識することができない。で、同公示が必要とされる理由は、今日の企業会計が分配可能額や課税所得の計算を重要な任務としているからであるということなんですが、あのちょっとこれが最後になりますが、ここですね、貨幣で、測定されない事象ですね。例えば、すいません、ちょっと一言だけ、すいません、後付けになっちゃいますが、ちょっと公式コメントですね、ちょっとここのところに挟み込んでおきたいと思うんですが、貨幣で測定されない事情ということで、これ何かということなんですが、貨幣で、ですね、測定されない事象というのは、例えば、従業員の価値ですね。例えば貨幣で測定されない事象、まあ、従業員の価値なんですが、例えばですね、朝朝礼を開いて社長がですね、従業員に対して、君たちは我が社にとっては大事な財産なんだと、例えばそんなことを朝社長がですね、朝礼で、言ったと。でも君たち従業員は会社にとって重要な財産だと言ったって、でもその従業員一人一人に値段つけられますかと、貨幣で評価できますか。例えば山田君は3億円ぐらいだなと、川崎さんは 2.5 5億円ぐらいだなと、山本さんは 1.5 億円ぐらいだなこと、無理ですよね。ですから貨幣で測定されない事象というのは、例えば従業員の価値、などですかね、などということで、でこういうものはお金では測定できません。だから会計の範疇の中に入ってこないんですよ。だからいくら社長がですね、うちの財産、うちの一番大事な財産は従業員たちだなんて言ったところで、従業員をじゃあ財産価値を評価して、あの書類にですね、まあ、貸借対照表に乗っけられるかって言ったら乗っけられないんですよ。ですから、あくまでも貨幣で測定されるものだけしか会計の対象にはならないと。で貨幣で測定されない事象に関しては会計上認識することができないんですよというね。でなんでなんですかということなんですが、あの
基本的に利益が出たら一部を配当します、分配ですね、分配しますし、税務署に税金を納める、課税所得を計算して税務署に税金を納める、基本的に全て金銭なんですね。だから金銭中心に考えないといけないので、お金で評価できないものはダメなんですよ。会計の中に入れたくないんですね。ですから分配可能額を計算する、あるいは課税所得を計算するというような視点で言うと、全てお金というものが大事なね、分配、いくら分配できますか、いくら税金納めますか、全て金銭ですから、その金銭で評価するということが大事になるんですね。ということで逆に金銭で評価できない部分、従業員の価値などをというようなものは、会計の領域にはいくら財産価値があると認めたところで会計の領域の中には入らないということですね。まあこれも当たり前といえば当たり前の話です。全て貨幣というもので評価しておきますので、会計は全て貨幣です。まあ貨幣的評価の基準と言いますので、ということで、そろそろ今日はもうお時間になりました。今日第1回目ですね、ここまで会計基準というところまで説明をしました。で、次回は先ほどちょっと触れたんですが、企業会計原則というですね、まあ、ルールブックみたいなものがあるんですが、そこの中身の話に移っていきたいと思います。で、ちょっともう今ちょうど時間来たんですが、まあ、ちょっと今日最後にですね、改めて今後に向けてということで、この後ですね、別冊の効果圏会計学というところで、まあそちらですね、論点ごとに問題集みたいな形になってますね。問題があって回答があるということで、まあ、問題集のような形になりますが、重要度が全部ついてます。で、重要度の高いところで、ダブル A ですね、 AA ということで、ダブル A とか、シングル A ですね、一つの A とか、まあ、全部論点ごとに重要度がついてますんで、まあとりあえずダブル A ですね、あるいはシングル A、まあ、その辺だけやれば大丈夫かなと思うんですが、ダブル A とかシングル A を選んでいただいて、今日やってきた内容に絡んでということですね、今日やってきた内容に絡んで、ダブル A、シングル A、まあ、そのあたりのところを、復習してもらえればいいのかなとは思うんですが、ですか、改めて今日最初のところで戻ってしまいますが、会計学というものを攻略する上でやっぱりとにかく暗記というのはどうしても必要です。ていうか暗記中心です。暗記中心なんですが、ただ暗記する際には、まあ、すぐにどうしても覚えたことを忘れちゃいますけどね、まあ、多少理解をするということも必要になりますけどね、とにかくやっぱ繰り返すということが大事なんですよ。もう繰り返しすることによって、記憶として定着していくということになりますんでね、まあ、時間がないということは、まあ、重々承知はしているつもりではいるんですけれどもね、やはり難関の試験ですから、そうは簡単に突破させてくれませんのでね、とにかく少しでも時間を見つけていただいて繰り返す、それしかないんだろうと思います。で、とにかくより正確に表現を覚えた人が勝ちみたいな試験に、会計学に関してはそういう試験になってますんでね、最近の問題見ると。ですから、とにかく問題に、テキストですね、テキストに書いてある表現なるべく正確に覚えるというですね。点線の部分はそうで、まあ、そこまで神経質にならなくてもいいですけどね、アンダーラインが実践で書かれている部分は、しっかりと覚えていただきたいと思います。とにかく繰り返して覚える、そこですね、そこがポイントになるかと思います。また次回以降もですね、しっかりと、この続きになりますので、ね、復習した上で、次予習はしなくていいですけどね、先に行く勉強先に行っちゃう必要はありませんので、予習はいりませんので、復習だけしていただいて、また次回の講義に臨んでいただければと思います。はい、ということで、本日の講義については時間が来ましたので、ここまでということにしておきたいと思います。どうもお疲れ様でした。